はい、皆さんこんにちは。歴戦任講師の佐々木ロミです。2021年向けのえ、司法試験合格講座民法第一回目の前半講義担当佐々木で始めてまいりたいと思います。 まずですね、この民法の1回目、あれと思った方、ちょっとね、変な声に、酒焼けしたみたいな声になってしまいまして、申し訳ございません、風邪でもなんでもないんですよ、熱もないし、体も元気なんですが、単に声帯を痛めてるだけで、医者に来ましたら、喋りすぎと言われまして、ただ、しゃべるのが仕事なので、これでもまだちょっと回復した方なんですけども、大変申し訳ない、とても聞きづらいと思いますが、 できるだけあのちょっとねあの早口になりすぎないように、えー、ねあの気をつけて喋りますのであの大変申し訳ないんですが、えー、ご了承いただきたいと思いますいつももっと綺麗な声なんですよあの申し訳ないんですがあのまあ、ちょっとレアモノが見られたぐらいで、えー、ご了承ご勘弁くださいでまずですねあの今日から民法なんですけれども。 であの民法のちょっと試験対策をですね講義ノートの方を使いましてお話をしていきます講義ノートの一文冊目と二文冊目タイトルね丸一丸二ってあると思いますがこの丸一方の講義ノートをこちらを出してみてくださいでここでまああの2011年民法というやつですねであのこちらですよ講義ノート丸民法丸一って書いてあるやつ。 でえー、これご覧いただきたいんですがあの生クラスのお持ちでない方あの下行けばあの貸し出しはありますので、えー、あの借りてみてください。で民法ですね2 0 1 1年版2011年2021年向けですがあの一応ね出題といたしましては民法「午、えー、前の部」での択一のみの出題となります。で35問中の20問の出題になりますが第4問目から23問目というところで でそしてあのまああのこのね、えー、分野に関して言うと全部で二十問出るんですがで、えー、民法のブレイクスルーの一二三四で、えー、で一二三四で、えー、そこでですね、えー、一文察めこれ一二三四がブレイクスルーのナンバーね、えー、ブレイクスルーのタイトルにあのー、あると思うんですが民法一総則とかやつね。 で、えー、これがあそのままあのね、質、え、題、ー、の分野、まあ相続、物件債権、親族相続となって全部で四冊なんですが、このうち質題、えー、数がですね、一分冊目からは三問、二分冊目からは九問、でそして三分冊目四分冊目からは、えー、各四問ずつの質題ということになっています。ですから民法が四冊あると言っても二十、えー、問中五問ずつ出るわけではないんですよ。まあ物件メインですよね。 であのね、皆さんご自宅に届いたブレイクスルー見ていただくと2冊目と3冊目って分厚さでいうと3冊目の方が分厚いいじゃないですかだけれどもあの、まあ、2冊目の方がよく出るんだよとこれ絶対ースでやったようにですね、えー、そもそも、えー、使用書士の専門業務って登記業務でしょ。 で全体構造で民法177条の登記、えー、が対抗要件になるよとあれ物件の話だったんですよねなのでやっぱ登記業務がメインの使用書士であるから物件分野が一番よく出るんですよというところではあります。 であと、まあそうですね、民法改正だとかあの2020年に民法改正、えー、というところ、ね、あの皆さんもなんか、ね、そういった話はよく耳にしてるかもしれませんけども、えー、このの民法の改正は主に2冊目も多少条文ちょっといじったりだとかはしてますけども、えー、別にガラッと変わってるわけではないんですね。 1>, で1冊目と3冊目が一般的にその民法の再建法の改正だとかっていう部分なんですよ。であの4冊目もですねちょっと相続法の改正絡みで多少改正あるんですけれどもまあ主なのが1と3となります。 でただあの皆さんが解かれる過去問ですね、えー、過去の本試験問題集といたしまして、まあ、あの合格ゾーンというものが過去問なんですが、えー、過去問に関してはあの、ね、2020年の改正に見合うようにあの、まあ、条文が変わったもので結論が変わってしまうとかあと問題文を変えなきゃいけないといったものに関してはもう改正対応してるという形で 過去問は作っておりますのでで過過去去問合格ゾーンですね過去の本試験問題集レックでお出ししているのが過去問なんですがこれ改正民法完全対応というふうに上手に書いてありますけれどもこちらに関してはもう改正用に問題作り変えていますよっていうところになります。なので、まあ、特に気にすることなく解いていただいて大丈夫なんですけれどもでこの過去問の話はまた後でちょっとご説明していきます。 でじゃあね、えー、分野によって出題量違うんですよというとこなんですがそうするとなんとなくねあのもう1文冊目なんかね3問だから捨てちゃっていいかなとああいう気にいいもなるかもしれませんがそういうわけにいかないんですよ。えー、民法の、えー、この20問の分の全範囲の知識に関しては他の科目にも影響してくるところはありますので、えー、そういった意味においては民法はあのもちろんね講義の中でやるとこチェックやらないところカットという形で、えー、よく出るところは当然がっつり、えー、ほとんど 出ないところに関してはあの、ねえー、もうあのここはもうバッサリカットという形で、えー、強弱はつけていきますけれどもただもう基本的には、えー、1冊目は丸ごと捨てちゃおうとかっていうともうあ、ねえー、当然、まあ、民法に関してはその下かっこには見てもらうと満点狙うぐらいの勉強していかなきゃいけないんですよ。 となると、まあね、講義の中で、まあ、あの分野的にここはほとんど出ないよといったところはともかくとしてもう4冊全部やっていかなきゃいけないというところではあります。よって、まあ、民法は最重要科目なので、まあ、18問正解が課題とありますが、まあ、つまりもう9割以上の得点が求められますよとただ学習スタンスとしては満点を狙うべく勉強してほしいんですね。 で、えー、というのが、あの、ま、あ。 満点狙って勉強してものすごいレアなところから出たりとかもうすっごいもうケアリスミスで分かってるはずなのに落としてしまうっていうのこれやっぱり人間なのであるんですよそういったもの。えー、となると、えーね、あの18問狙って勉強していくと実際の得点って16問ぐらいになってしまったりとかになりがちなので、まあ、学習スタンスとしてはもう民法は講義で扱ったところ過去問であったところに関してはもう絶対取れるという自信ぐらいのもうガッツリ ガガツガツやっていいいいかななきゃいけないというとうころではありますであとこの民法に関して、まあ、民法も含めてなんですがでちょっとその下にアスタリスクで「お試し本試験」と書いてありますがで皆さんが本番にするのは2021年の7月なんですけれどもただあの下見として。 2020年の本試験、まあ、これ7月5日もうこれ日付も決まってます第1日曜日なんですけれどもこれを受けられることをお勧めします。 でこれは、えー、例えばあの秋勉強開始された方であればもう民法全範囲の学習進んでるはずなんですよで、えー、このウェブまあビデオ、えー、あの DVD ね、えー、ご覧になっている方で半にスタートした方であのそうですね、えー、民法がまあ大体その三分冊目ぐらいまでが終わるよというぐらいまで進んでる方だったらまあその下見だとか本試験解除のピリピリ感だとか運営だとかそういったものもまあやっぱ経験してあるのとしてないのと。 えらい違いになりますから、えー、そういった意味ではお試しで受けられることをお勧めするんですがお試しで受ける方は、まあ、通過点目標ですね通過点目標としては25問中15問正解が通過点目標ですよということでなのでもちろんね15点だと本番だと足りないんですよ 15, 点、えー、15問正解だとね。 あのまあ、15点ってごめんなさい私言いましたがあの1問3点ですから実際45点ということになってしまうんですがあの本番だと、ね、皆さんが本試験、えーね、初受験で初めて今年社本気で合格狙ってますというときには民法は問問中正正解じゃ正直厳しいです、えー、だけれども、まあ、ただ民法っていろんな科目と絡み合ってその後学習していく不動産登記やりながらつながってくるとかね。 えー、そのもそ師匠の方でやっていく民事訴訟だとか、えー、最後の最後の教託をやって初めて、えー、すっきり理解できるとかいうところもあったりはするので、えー、なのであのそういった意味ではであとさらに問題演習をガツガツ直前期に重ねてって、えー、最後仕上げていくっていうところになりますのでまだそれを経験してない通過点のお試しの段階だとまあ大体その7割5分取れればあっていうね意味で15点目標、えー、15問得点。 えー、これを狙って、えー、頑張ってて頑張いただきたいたいだこれもね本試験終わった後の次の講義で,であの言いますというのがあの年によってめっちゃ優しかった年、えー、すごく難しかった年例えば今年は難しかったからあ、ね、ちょっとねお試しで15問は厳しかったですねとかね、えー、いう時もあったりはしますので、えー、そういった意味では、まあ講義あのねえー、本試験のあ、ね、の講義で頑張っていただきたいと思 だいたいその年の、えー、難しかったとか比較的簡単だった例えばその比較的簡単だったからお試しの方でもちょっとこれ16は取れたんじゃないとか17取れたんじゃないとかっていう修正はいたし,、えー、しますけれどもただ一応通過点これから向かっていく目標としては、えーね、ちょっとそれを意識してみていただきたいかなと思います。 ってことで一応生クラスの方あ生クラスっていうかねあのどこの回でコメントするのかその,あの2020年の本試験の公表といたしまして通過点としてはこのぐらい取れてればいいですよっていうのがあの不動産登記の23回目があ、ね、生クラスでいうと本試験のその後の講義になります。 なのであの不動産登記の23回目の講義で、えーあのねえー、公表あの通過点目標民法このぐらい取れてればよかったよということは申し上げていきますので、まあ、一応お試しで受けられる方はあ、ねえー、一応、ねえー、なので、まあ、あの適当にこんなもんかなってやってる状況だと15問も取れませんので結構なガツガツっぷりでやらなければ15問取れませんので、えーまあ、そこに向けて頑張っていただきたいかなと思います。 でさらにその上でじゃあ,あこの民法を進めるに際して、えー、使用教材ですねあの全体構造の時は、えー、全体のスケジュールだとかを書いたあ、ね、講義ノートとかありましたが講義ノートの位置づけが全体構造の時と全然違ってきます、えー、全体構造の時はもう講義ノートは各自、えー、自己記録用として使ってくださいという位置づけでしたけれども、えー、この講義ノートを後ろ見てもらうともうこれがあの完全にブレイクスルーの補助教材という位置づけです。 なのであの、まあ、ブレイクスルーとこの講義ノートも民法のテキスト1セットにしていただいてであのちょっとねブレイクスルーだと、えー、文章だけで書いてあったりとか理解しづらいところなんかは講義ノ、えートでプラスしていきますので、えー、そういった意味で、えー、講義ノートとブレイクスルー完全セットと思ってください。 でただその上で、まあ、アメインのテキストはブレイクスルーなんですが、えー、ブレイクスルーはあの全部で4冊あります、えー、特にページが渡ったりするときには表記の方法としてはまず、えー、講義ノートの表記はあのじゃあブレイクスルーの表記はブレークスルー全部で4冊あります、えー、なので、えー、ブレイクスルーの表記はローマ数字の1234ですね。 で講義ノートに関して、えー、あの2冊ありますがあの何ページっていってもそもそもブレイクスルーの何冊目の何ページなのかもしくはブレイクスルーなのか講義ノートなのかが分かんないと、えー、迷子にな,なられても困りますので表記方法といたしましてはノノーーートトはは数字でページ入れていきますなのでちょっとページめくってもらうとですねあのそうですね、えー、っと2ページの上見ていただくと「四角の1番28」ってあるでしょ これはブレイクスルー文目のペこれに対してちょっとねじゃあね講義ノート後ろの方59ページをパッと開いていただいて、えー、ちょっとど真ん中のページです、えー、59ページ開いてみていただくと、えー、これ下のところです、えー、下で「ローマ数字2分冊目の84」っでしょこれテキスト2冊目なんですブレイクスルー2分冊目の84ページで右側の方を見てもらうと。 でえー、右側の点々の枠の下に「十たる権利」と書いてあってそこに「ローマ数字 1−80−1P6」丸ってあるでしょとなると、えー「ブレイクスルーの1冊目の80ページ講義ノート丸一このさこの冊子ね講義ノートの1冊目の6ページに関連する話だよ」っていう形でまあ要はブレイクスルー2分冊目でも1冊目と話し内容を絡んだりすることはありますので。 そういった意味では、表記方法の、まあ、お約束みたいな感じですね。ページ数だけ書いたんだと、どこのことがわからなくなっちゃうので、という位置づけです。これは、すべての、あの、民法に限らず。す、え、べ、ー、ての、テキストにおいて、まあ、あのね、ブレイクスル、多不動産登記の1,2,3あって。えー、とかになりますから、表記方法をブレイクスルはローマ数字、講義ノートは丸付き数字。で表記していきます。で、基本的に、民法以外は講義ノートは一冊になる予定ですけれども。えー、ね。 でしょうかであとプラ,プラス6歩ですねで6歩に関してはあのそうですねこれも全体構造の時に言いましたが、えー、6歩とブレイクスルーは、まあ、見出しインデックス数つけることをお勧めしますよと言っておりますけれどもまあいいでしょうかであと、えー、特に生クラスの方は、えー、講義の中であの6歩を時々引きますあの毎回講義がなかったりもするんですが、えー、その時あのねもうあの机にあのデスクにあのもう箱から出している状態で置いといてください。あの6出して,って 言ったらもうカバンから六本出してであの箱から出してさらに目地見ながらどこだっけってうろうろしてらかんにもう私は六本読み終えちゃってますので、えー、なので、あのーまあ、特に生で受けられる方、まあ、あとはご自宅で受けられてる方ももう六本横にいつでも開ける状態で置いといてください講義ノートに関しても同様ですねあの横にもいつでも開ける状態で置いといてください。 でその上で、まあ、あと4番なんですが、えー、復習ですね復習のやり方といたしましてはまず講義中に取ったメモに加筆等通しながら、えー、講義中せっせと、えー、手を動かしてくださいで、えー、せっせとメモを取るというところ生の方もう一時停止はできませんけれども、まあ、できるだけもう、ねえー、メモを取るというスタンスで、えー、聞き漏らす前書き漏らす前というスタンスで講義を受けてるとおそらく3時間あっという間になると思いますので、えー、そういった意味で、えー、せっせとメモを取ってください。でその上で、まあ 書き込みあの復習ね、えー、復習に関してはその講義中に取ったメモ、えー、これをね確認しながら理解をしていくというところになりますであのウェブ等で、えー、ウェブ DVD でご覧いただいている方は、えー、時にあのそうですね、えー、かなりの書き込みが入ってくることもありますので、えー、そういったところに関しては一時停止をしながら書き込んでもらって構いませんけれどもただ生クラスの方は。 あのね、一時停止できないのであ,のあらかじめ書き込み量が多いページはあの今コピーをお渡ししてますよねこれはあの書き込み量が多いページなんですよ。 なのであのできれば生クラスの方はあ,のあらかじめ事前に配ったこれはもうブレイクスルーに書き落とした状態で講義を受けることをお勧めしますけれどもただもうあのねいやいやもうちょっとこっちに直接書き込んじゃってという方はあの、ね、これを講義中に横に持ってきてでもらっても構いませんがあのできれば書き込みをしてから受け,ておくこと受けることをおすめします。 なのであのなんか、ね、講義の始まる前のちょっとした時間とか、えー、休憩時間だとかにあのもう作業として内容を確認しながらじゃなくて構いません作業として、えー、もうあらかじめ書き込んじゃうことをお勧めいたしますと。 あとウェブ DVD の方はできるだけ一時停止をして書き取れるようにはしてあの一時停止とかあとまあできるだけ画面の方には長写しするようにしておりますので、まあ、一時停止をしながらもしくは書き込みしながらちょっと頑張って受けてください。でその上でその書き込み等を読みながら自分で頭の中で改めてテキストを自力で読み直しをしてみるというところと理解をしながら頭の中で説明をするというスタンス でその上で、えー、復習の目安としてはその説明できるぐらいまでというのは全体構造でも申し上げたと思うんですけども、えー、特にこの辺り、えー、説明をするということはちゃんと理解できてないと人に説明ってできないはずですからそういった意味では、まあ、あの簡単な説明でいいですよあのちゃんと文章にして書き出そうとかそんなことしてると多分復習終わらなくなってしまいますので、えー、そういった意味では頭の中でざっくり「これってこういうことだからこうなんだよね」とか「あっちの話とこっちの話」 自分の中で「親」って思った時には「それは,それは前にいたような話出て,てこなかったっけといった時にはそこは後々後々自分の中で引っかかるポイントになってきたりはするのでそういった意味では「親」と気になったものに関しては面倒くさからずに前のところに戻って確認するだとかにしてみてください。 あと、えー、条文に関してはも出てくる度に基本引くと特に引かなくていいよといったもの以外は、えー、テキストに書いてあるもの条文はあって片っ端からもうね、えー、ちゃっちゃと引いて、えー、で自力で条文が読めるという状態も必要なんですね。えー、基本的に、えー、テキストは条文をうんと広げて書いたものですからテキストの言ってしまえば大元が条文なんですよ。判例だって、えー、条文を元にして結論出してるわけでしょ。 なので、まあ、ある意味判例の具体化があ、ねあのね、あの条文の具体化になったものを具体的な事案が判例だったりもしますから、えー、条文を読むことこれは実態法の特に民法と会社法では大事な作業なんですね,であのね。科目によっても条文の大事さって違ってくるんですが、えー、特に民法は条文大事ですと。 でその上でで、えー、合格ゾーンですね問題演習、ね、あの講義の理解ができたならばもう問題演習しましょうと。で時々ね、えー、講義受けた直後で、えー、もうとりあえず過去問解いてみたら何となく解けちゃうから。 まあ、それでいいかなとお。これで完了と思われている方いらっしゃるんですが、それすると絶対一発で受かんなくなりますから、えー、気をつけていただきたい。これは過去に民法学習経験ある方でも、講義受けた直後に該当範囲の過去問解いてみたら、まあ、そこそこわかると。解説読めば言ってることもわかると。正解できなかったとしても、えー、とりあえずなんか丸つくし、えーね、解説読めばツになったところも解説読めばわかるから、あ、これでいいのかと思ってて、えー、テキスト1 読まないと、えー、講義受けたとこテキスト読み直しをしないという方いらっしゃるんですがそれやっちまうとですねあの絶対もうベテランになりますよ。というのが「あのえー、講義ををを受けて復習すするってをるといいううのは基礎土台作作業なんですよで囲問に関しては「○×」がつくかどうかの確認ツールではなくて解いてあくまでも理解を深めて覚えるためのツールなんですね。 となると、えー、まず講義を受けて復習をする自力でブレイクスルーを読む自力で条文を読むという土台基礎を作る作業をやってない人は基礎がないと絶対伸びないんですよ、えー、さらに応用よきかなくなるんですね。でその時に、えー、過去問しか解いてないとそもそも論ってもう完全に抜けちゃってるんですね。 なると、えー、不動産登記に入ってからやっべ全然話についていけないと、えー、例えば不動産登記に入って、えー、所有権の話とか低等権の話とかいっぱい出てきた時に、えー、もうこれあの私民法でやった作業あ話については改めて不動産登記でもう一回同じ話し,しません不動産登記の時には基本もう民法入ってる前提で講義を進めていきますのでそうなると、えー、ちょっともう不動産登記入ってからですね、えー、もう苦痛で苦痛でと。 おね、あのもう一回民法を一から聞き直さなきゃダメだとおいうことになってしまうと残念ながら2021年も危うういいという状況になりかねねなないんです、ねえー、なのでその時に入講義も困す相当数ありますのでそういった意味ではあの、ね、奥がらずにちゃんと自分でテキストを読んでみるとでその時にテキストを読むということだけを主要目標にしてしまうとおそらく字面だけ追って。 字、えー、面は追ってるけれどもなんか頭に入ってこないと、えー、とりあえず読んでんだけど何か意味あんのかなとこういうなんか模様目あるかもしれませんが、そういった状態だとまああのね読むという作業が目標になっちゃうんですよ。そうじゃないんですね。頭の中で説明できるかどうかあっていうのが目標ですから。ですから読むだけだと多分字面だけ終わって折って、えー、とりあえず読んだ手だけと呪えた。 過去問に行く前に読めって言われたから読んでるんですという感じだと、えー、絶対もうそれ基礎じゃないですね。えー、読んだという自己満足にすぎませんからあー、ね、まずは読んで自力で説明をすると。で、あと、まあ、なんならね、そこそこ問題と気になれてくると、テキスト読むと、あ、これなんか狙われそうだなとか、 あここなんか引っ掛けに使われそうだなとかああいうところが何、ね、となく気づくようになってくると思いますので、えー、特にテキストを読む時には出版者の目線に立って、えー、テキストを読んでみるとあこれなんか問われそうだなとかあここなんか,あ、ねあのー、なんか引っ掛か,かりそうだなとかあここがポイントなのかちょっと分変微妙な言葉の言い回しこれをそこをついて問題にしてくるってことも多いので。 そういった意味ではちょっと読むときに何か出題者の目線というのを意識してみるといいのかもしれません。 でさらにその上で、えー、合格ゾーン過去問に関してはあの一応ですね、えー、過去、えー、平成元年からあ、ねえー、あの31年まで、えー、掲載しておりますでそこにねちょっと今過去問の表紙写しておりますが随分前に過去問買われた方はあの、ねえー、まず「密報の過去問」ってあの1冊だけだったんですがこれはの、ね、2020年向けの,お、ね、使用あの,あの15ヶ月合格講座の方はあのといえる職業を受け 近15年分の簡易版だったんですがあの皆さんに関してはもうあの平成元年から31年分まで乗っかっております。で、えー、そこでですねじゃあその、えー、なのでテキスあの民法の過去問全部で3冊あります。でここ「民法の上ってありますが、えー、民法の今買うと「えー、上中下って3冊あるんですがでそこでね あのじゃあ、えー、元年から31年まで全部解かなきゃいけないのかっていうとただあのさっきも言ったように一応改正対応にして、えー、新しい民法をバージョンにしてはいるんですがただ少なくとも元年から31年の問題って旧民法ででの出題なんですよで、えー、それを改正対応に作り変えてはおります。 えー、けれどもまずね、えー、こちらあくまでも解いて覚えるためのツールとしたら取って覚えるためのツールとしたらですねまず、えー、とね元年から31年まあ30年分がっつり解ってる場合じゃないんですよ。と、えー、いうのがやっぱりね過去問ってさっき言ったように解いて覚えるためのツールと言ったでしょってなると覚えるためのツールであればあの広い範囲を一回こっきり解くよりは。 範囲を狭めてその狭い範囲を3回解いた方が解いて覚えるという素材にはなるんですね。あの丸がつくかどうかの確認ツールだけだったら広い範囲を30問一回こっきりで丸の数が多ければ身についたかどうかという確認にはなるんですがただあくまでも解いて覚えるためのツールさらには自分のその引っ掛けこれを潰せたかどうかですよね。 引っかかった部分が潰せて伸びてるかどうかというのはやっぱり狭いい範囲を繰り返して解いた方が絶対知識の定着には役立つんですね。なのでたくさんの例えば極端な比喩になりますが1,000 1回こっきり解くよりは300を3回解いた方が絶対力にはなるんですよ。 なのであのそういった意味で、えー、過去問には30年分乗っかってますがまずそうじゃなくて直近、えー、平成20年から31年でしかもこれ頭から解くんじゃないんですよ。で過去問ねちょっと画面に映しますと例えばこれ過去問で、えー、開くとですねあの例えば平成21年の問題という形で載ってるのではなくて、えー、分野ごとにばらしてあります。 でその分野ごとにばらしてあるっていうのが例えばこれ開きますと、えー、自然人とあります。自然人っていうのは我々人間のことね全体構造でも出てきましたよね。でそこで自然人分野の問題があ、ねえー、もうか解体して、まああのね、過去30年分の問題でちょっと左上のところでこれ自然人分野の体系番号が2番なんです。 2の6って書いてありますがこれはあの今回の改定であのまあちょっとさすに昭和時代はさすがにいらないよねってことになって昭和時代はカットしてあるのでいきなり2の6から始まっておりますがあのまずこの2の分野が自然人分野って意味なんですよ。なのでこの2の分野自然人分野ちょっとまあ目次の方を見てもらうとあの民法総則で一応ね えー、民法の範囲でいうと権利能力という範囲も民法総則の範囲ではあるんだけれどももともと権利能力の範囲って出てないんですよ。なので1の分野は使ってない、えー、ないよその分野からの出題がないってだけなんで。で自然人分野の問題が体系問題2ってなってるでしょこののののが今の左上の黒枠の2分野なんです 自然人が2の分野で、えー、まあ昭和時代をカットしているから1から5はないだけで。なので、えー、2の6から始まっております。で、ちなみに、括弧の中が、これが出題年と問題番号なんですよ。なので、えー、平成2年の第14問が、これが、あのね、えー、その当時の問題番号ね。で、でちなみに、この自然人分野で言いますと、ちょっとペラペラまいくっていくと、 自然人の分野。で、今度、2の7になっておりますが、で、カッが、あ、出題ね。平成6年の第7問。で、さらに、さらに元、さらにめくると。平成7年第2問。で、さらに平成9年第1問。な感じで、え、ね、あの、この左上の括弧な括弧の中の番号が、 これが出題年と問題番号なのでなので皆さんはまず平成20年以降分を解いてくださいでしょってなるとこの平成14とか15とかまだいらないんですよまずこの分野ごとに後ろから解くとでこの後ろから解くのもえですからそうですね自然人分野で言うと 平成19年第6問に出てますが19年はとりあえずここまでは解かなくてよろしいと。なので22年の分野からね次自然人分野平成20年21年以降を解いてください,い20年以降を解いてくださいなのでなので、えー、もう、えー、左上のまず括弧の中で、えー、20以降を解くんだと。 自然人文やなんかね、頭から解きたくなるかもしれませんが、あただ、さっき言ったように、範囲を絞ってでも、まずそこを、えー、残回連続20丸を目指してほしいんですよ。なので、えー、22年代を門解いて、でそして、下の方に学習記録ってあると思うんですが、その学習記録っていうところに、解いた日付と出来具合を記録してほしいんです。で、えー、で、さらに、えー、まあ、あの自然人文やでいうと、 ま、あのこれ早速の分野ね22年に出て23年に出てでそして25年に出て、えーね、あ,のあと27年に出てつまりこれ昔平成一桁あたりって、えーね年あのね、5年ぐらい飛ぶことも珍しくはなかったけれども最近ちょっと出題増えてますよねという傾向の分野ですよね。27年28年でしょで29年で、えー、さらには31年。 毎年毎年絶対出るわけじゃないけれどもでも昔よりは出題感覚ってちょっと増えてますよね。という意味で、えーまあ、あの昔平成一桁だと平成2年に出て平成2年に出てその後平成6年でしょ。で、えーね、あの平成まあここ2年連続になってますが9年と。でさらに次が。 14年にいきなり飛んでまってなると昔頭から解くのとあと後ろから解くのだとやっぱ最近の方が出題間隔短くなっているとで頭からあとりあえず10年分だと、えー、最近の出題間隔うまいは出題分野とはちょっと微妙に違ってます。もっと言うと例えばこの過去問の出題傾向に関しても。 比較的、特に民法なんか昔って一問あたりの文章量がちょっと短いんですよ。でちょっと画面に移しますと例えばね平成2年の問題で言いますと一問あたりまず各説問5つの説問ありますがいいとこ一問あたりの説問が1行から3行でしょ。「あ」が1行「い」が1行「う」は3行ですが「え」が4行そして「お」が2行。 でそして、えー、平成6年もまあいいとこ2行3行じゃないですか2行で終わるものもありますよねでさらに、えー、7年の問題も、えー、いいとこ、まあ、2行から4行でしょまあ2行で終わる問題なんかも3つありますよけれども最近だとまあ普通に三行各足が3行4行お、ね、5行ぐらいまで渡る問題も珍しくのほぼほぼそうなんです 平成22年の問題だとかもう、もう簡単に画面に映ったもので言うと、例えば画面で言うと、まあこのぐらいでまあ収まってますよね。平成2年。でそして平成6年もまあこのぐらいで収まるでしょで。もう今22年とかも画面に普通に、えー、あのほぼ全部の問題は収まってないでしょ。ってなると比較的最近の民法って長文なんですよ。 でそう考えると平成31年ちょっと短いですが、えー、まあちょっとこれがレアであって、えー、30年29年だって長いでしょ、まあ、そう考えると、えー、昔の問題と今の問題では出題感覚もそうだし出題傾向だとかもやっぱ民法って変わってるんですねとなると頭から解くよりはまず直近の分から先に攻略すべきでしょ出題傾向だって違うわけだしってなるとまずですね、えー、まずはいいですか まず、えー、平成20年から31年までで、えー、これが12年分になります。で、これを、まず3回連続20丸、丸3のところ、これを目指してください。まず丸1番について3回連続20丸を目指してください。というところです。 でまず丸一番合格ゾーンの過去問直近の分が3回連続二十丸つくようになったら次何をするのかっていうと「過去問盛んのモール」ではなくて皆さんには、えー、ご自宅にチェックテストとといいいう問題が、えー、いずれ届くと思いますでその「チェックテスト」っていうのが下の括弧五番なんですがこれはあのアウトプットもパックでお申し込みされている方民法のインプット講義だけ申し込まれている方には届かないんですがあのまあいわゆるパック俗入パックね。 えー、当連だとかも全部ついてますっていう感じで受けられている方はいずれご自宅にチェックテストで届くというはずです。で、民法のチェックテストは全部で1から6の問題冊子とか回答冊子をこれらで届くんですよ。で、それが、まあ、要、ま、は、まずここで、えー、初見の問題、過去問がそこそこ解いてますよ。で、そのチェックテストが1回あたり20問です。で、このチェックテストが分野、出題分野として、相続物件とかいう感じで、 でそこから20問出るんですね。で20問まああこれが確認テストが来るんだよっていう前提で丸1番が20丸、ま、3回連続ついてないとですね。まあ正直このチェックテストで戦えないという状況なんですよ。なので、えー、まず丸1番これを講義と並行してあくまでも復習の一環として丸1番はあ解いて当たり前の状態にしてください。 なので、えー、復習っていったらまず講義をよ聞く、えー、そしてメモ,を取り、えー、メモを取りながら講義を聞いてでそのとメモとかかりにテキストを読み直す、えー、これがまず復習の第一段階でその上で、えー、復習の第二段階がやった該当範囲の過去問を解くというところそれが復習第二段階。でできればその該当範囲、えー、直近12年分を解いて えー、その後できればもう一回その分野のブレイクスルーを読み直ししてほしいんですよ解いた後テキストを読むと、えー、問われた知識あこれここそうだそうだこういうふうに問われたんだとかっていうふうに改めて知識が整理されて入ってくるはずなので解いた後読み直しをすると,、えー、と問題回収ってピンポイントで問われてますよねピンポイントで問われた知識が整理されて頭に入ってくるという効果がありますからまあできれば 読む解く読むですねこれをワンセットにしてしてほいんです。であとはあプラス、えー、空いた時間だとかに、えー、過去問だとかをちょいちょいさらに解いていくと昼休みとかあ、ね、朝とかあ、ねえー、ちょっとなんか移動中の時間とかに、えー、ちょいちょい過去問だとかを入れていくという感じですです。から過去問だとかっていうのは継続的に解いていくんですが、えー、そういった意味ではまず、えー、読む解く読むでこれで復習終わり。 でその後はは過去問ぐるぐる解いていくそのぐるぐる解くのが丸一番があ3回連続二重丸とでちなみにこの二重丸に関して言うと全体構想の時にもお話をしたと思うんですが、えー、過去問等に関してはまずね、えー、全部で5つ説問がありますよね説問5つある中でですよまああの主要素質の過去問ってですね、えー、5つの説問のうちあのまあ 大体8割9割ぐらいが、えー、正しいものの組み合わせはどれですかとか誤っているものの組み合わせはどれですかってなってるんですよ。なので例えばこれ今パッと開いたやつだとねえー、まああのね誤っているものの組み合わせは、えー、後期1から5までのうちどれですか。でそうすると 例えばね、まあ、過去問解いてて、自分でですよ、自分では、まあ、とりあえず、青解きました。で、青解いて、あ、これ、例えばね、仮に、間違ってると明らかに、あは、あや、まあ、ダメだってなったら、下見ると、まあ、ああとペアになってるのが、あとい、あとうになってますね。明らかに、あは誤りってなったら、まあ、極端な話を言うと、次、いを解いてみて、ね、そうすると、 2を解いてみてうん微妙にグレーだなとうを解いてみたら明らかに誤りと分かったらまあ、正解番号なんか自分なりには2番という答え出せてしまうんですよね組み合わせ問題とかだったりすると全部足読まなくても正解番号って出せちゃうんですよ使用書士って全大体8割ぐらいが組み合わせなので8割9多いとしたと9割ぐらいえー、組み合わせ問題なんですね なるとあのこの足の組み合わせに頼って正解番号を出せたとしてもでも「い」って迷ってるんでしょう答え出せなかったんでしょもっと言うと「えー」えっと「お」まで解いてみたらあ,、ね、あれ絵だって間違ってるいうように思っちゃったと「え」だって間違ったんでしょうなるとこの「二重丸」っていうのは全足正誤判断できることで間違ってる足はここはこうだからばめなんだとかっていうツッコミまでできるという状態。 が二十丸という前提だと思ってください。でとなるとまずここの下の記録に関しては解いた日付とあと出来具合として二十丸丸三角バツでつけてほしいんです。で二十丸は全が死判断できた。で丸は一応ね迷ったけど正解はできたもの。わからない足はあったけれども足ってのは設問のことね。 わからない足はあったけれどもでも一応正解は出せたは丸ですただ実質的には組み方変えちゃったらその問題ってまあ例えば正しいものは何個あるかって聞かれたら結局その問題バツになるわけでしょなので組み合わせに助けられたけれどもでも全足判断できたわけではないっていう問題なんかに関してはそれこの問題はまだまだ完全ではないですよね時々ありますよ 正しいいいものいくつあるかという問題ねこれ正しいものはいくつあるかという問題で下見ると1個2個3個4個5個ってなってるでしょとなると全が判断できなければその問題と落としてしまうわけですよ。となるとねこ,れこういったことを個数問題なんて言っていくんですがそうすると個数問題だと結局バツになっちゃうわけでしょ あと単純正語問題というのもあります、えー、単純に「正しいのはどれですか?」と「誤ってるのはどれですか?」これもパッと開くとですね、えー、例えば、えー、1番から5番まで設問があって「誤っているものはどれですか?」ってなるとこれ全部読んでみて「135はあ絶対正しい」と「2と4どっちだっけ?」ってなるとこれだってまだ完璧じゃない下手したらそれで間違っちゃうかもしれないわけでしょ。 組み合わせだったら解けた問題でも、えー、まあ場合によってはその足の組み方次第だったりではあ落とす個数問題だったらだ落とすでこれがある意味丸ななんでですよまだ完璧じゃないでしょう皆さんに目指してほしいのは 20‐3 回連続‐丸なんですよ。20丸丸回連続丸ってことは全足線ご判断と理由付けができたという状態です。 でえー、問題まああくまでも過去問っていうのは解いて覚えるためのツールなので正解番号が出せたら OK じゃないんですね。という意味で、えー、まずうね、えー、なかなか二重、ね、丸に上がらないということが多いんです。ですから二重丸3回連続丸つくってことは実質少なくとも56回は解かないとそこには至らないと思います。まあ、そういった意味でまずもうとにかく狭い範囲を繰り返し繰り返し解いてくださいと。 いう感じで,すであと二重丸丸三角×の目安としてはまず組み合わせに助けられたけれども正解はできたというものは丸でいいんですがでも例えば最後の2択までは絞り込めたけれども結果落としてしまった多分こっちの方がより正しいと思ったけれどもああもういいとこまで来たのにっていうのは三角ね。ですから丸も三角もある意味紙一重ですよ最後まで迷ってというところ で、結構ね、繰り返し問題解いてると、三角丸をうろうろすることって多いんですよ。なかなか二重丸まで上がらない。この二重丸三回連続丸、えー、まずは狭い範囲で構いません。だから直近12年分、えー、これを解いて、えー、目指してほしいんです。で、その上で、二、え、重、ー、丸、ですから結構丸一のステップって時間かかりますよ。もっと言うと、 1一文冊目の分野って、えー、過去問も毎年3問とかなのでですよ、えーねあのーまあ、割と少ないんですよね掲載量。2文冊目になると毎年9問出てますから直近12年分だけでも結構な量ですよ。なのでちょっとそこは覚悟しといてください。1文冊目のスタンスでいくとやべえ12年分がものすごい量だという状況になってます。 でその上で、えーまああのね、講義と並行してまずは過去問を解くことでそして2 0丸連続3回丸がつくようになったらその分野のチェックテストで何問取れるかなとこれもモチベーションののためのやる気素材にしてほしていんです以前ね、えー、あのモチベーションキープのためには目先にできるだけ数字で結果が見える目標を作ってくれって言ったと思うんですよ全体構造1回目で、ね。 これも例えば1日何時間勉強したかっていう勉強時間も分かりやすい数字目標なんですがこのチェックテストで20問中であのできれば最低でも17問は取ってほしいんですチェックテスト。各分野ごとに。であの17問って結構高いハードルですからね。 えー、なので、えーまああのーまあ、人によっては「いや私17問なんてぬるいことはずに満点目標にあります」という方もいらっしゃったりはするんですがであの18問でで本気で悔ししがっっていいいると、えーねあのー、いう方も結構いらっしゃいますでそのぐらい、えーねあのね、人並みじゃダメなんでしょうとかいうガツガツさぐらいは持ってほしいんですが、まあ、でもそれでも一応ね20問中17問これは完全目標として。 ってことは丸二万ステップで、えーね、あの17問は取らなきゃいけないんだからってなるとですよ丸一番は3回連続20丸ついて当たり前の状態で丸二万に進まなければ多分すすると思いますでそしてチェックテストを解き終わったらあとはこのチェックテストも繰り返し解くようの素材です。 なので過去問に関しては「丸×がつくかどうかの確認ツールじゃないよ」と言いましたけれどもまあ○×丸がつくかどうかの確認ツール何点取れるかなの確認ツールはチェックテストです。ただチェックテストは1回解いちゃったらその後は繰り返して解いてチェックテストも20回連続3回20丸3回連続丸を目指してください。 でその上で三、えー、番、えー「もっと解くものありませんか?」ってよく聞かれます、えー「過去問も直近分解きました」えー、でそして、えーあの「チェックテストも直近ももうチェックテストも全部解けるようになりました」「他に何かないの?」と言われますがここで初めて「過去問プラスアルファ遡ってください」というところで、えー、そこで過去問プラス5年分ね平成15年から19年という感じです。 なので、えー、過去問は、まあねえーなんかね、こういった過去問で載ってる見,見るとです、ね、平成元年から全部解いた方がいいのかなということで頭から解き始めるとあの、ね、途中で特にブレークスルー二分冊目ですよ物件のところって問題量多いので頭から解いてるともう全然とてもじゃない,ないけど回りませんと、えーね、あの平成一桁分は完璧なんですけど後ろの方ががっていやいや後ろの方かの方が解かなきゃいけないんですよね最近の死体傾向ですから。 だからあ、過去問は分野ごとに後ろから解けと。で、後ろが解けるようになったら3回連続解けだのと。で、ねえー、まあ、丸がつくようになりましたあ。迷うものはあるんですけどって、それじゃまだ解けたうちに入りませんので、ね。ですから、えー、過去問3回連続二重丸がつくっていうのは、司法書士受験生を名乗るからには当たり前の大前提と思ってください。そのぐらいの、おねえー、過去問解けて、まあ当たり前なんですよ。で、特に民法は、 改正もありますので過去問プラスアルファまでできるようになんなきゃいけないそのプラスアルファ分がチェックテストだったり直前期の答練だったりもしますので。 なので、えー、まずね、えー、まあ特に他の資格試験とかでもとにかく過去問、えー、がっつり仕上げてきましただから過去問が解ければいいんですよってなると新しい新傾向の問題なんかにも対応できないと思いますしあと、えー、過去問には乗っかってない改正で、ね、新しく出来上がった論点だとか過去問載ってないんですよねそういったものはトーとかで補強していくというところになりますので。 まあなのでですね,あのね、えー、ちょっとそこはあの、ねえー、過去問解けたらもうなんとなく本試験で点が取れるという時代はあの私が受験生の頃もさすがにもうそのスタンスはなかったんですよちなみに私は平成15年合格なんですが、まあ、なので更、えー、に平成そうですね10年ぐらいまでは過去問だけなんな過去問解けてればなんとかなったような時代ではあったと思うんですが最近そうではないんですね。というとこです。 でちなみにあの特に民法の過去問ですね、えー、かなりあの早い段階で、えー、先取り受講とかで勉強された方は2020年の受験生さんが扱ってた過去問だとかっていうのはあのあの今皆さんがこの上中下ね、ね民法の上中下に関しては2021年向けのおまあ2020年改正対応版ということで。 ただこの1個前に出てた過去問ってですね直近15年分しか載っかってない1冊だけの過去問っていうのがあったんですよ。で、えー、ただそれに関しても,もう結局あの、ねえー、今の受験生さんも、まあ、2020年向けの受験生さんも皆さんのように2021年向けの受験生さんもとりあえず直近15年分が過去問解ければいいですよというところなのであの、ね、前の1冊だけだった過去問を使いの方はあ改めて買い直す必要はないです。 ただ大変申し訳ないんですが一冊だけの民法の改正対応過去の方はあのちょこちょこ誤植があります申し訳ないちちょこちょここした誤植に関してはあのこれあの改正の経緯でちょっとあの、ね、問題改正したのがちょっとおかしくなってしまったとかいうものはあるんですがレックのホームページにあの誤植情報とか改訂情報というものがレックのホームページの書籍のところにありますので。 ホームページのレックのホームページ使用書士のページのトップページの下の方に「誤職改定情報」とかっていうのがありますので、えーね、あの大変申し訳ないんですがあの古い版の過去問ねお使いの方はそちらの方をご参照くださいただこのね今の民法の「上」「中」「下」に分かれてるこの番をお持ちの方はそれ一応反映されてる感じにはなります。 えー、なので、えー、そこのねは、えー、いいですがあのとりあえずちょっとね、えー、1個古い版ね一個古い版の合格損過去も使いの方はあのちょこちょこ大変申し訳ない間違ってるところありますので、えー、そこだけご了承ください。 ってことこで、えー、ちょっとまあ長くなりましたけれどもまたおいおいね、えー、その民法の勉強だとかであの合格者でも、まあ、あの民法が苦手でとかあ民法なかなか点が取れなくてっていう方で一発合格されてる方は基本いないんですよあの。民法はもうちょっと取れて当たり前というスタンスの科目としてあの民法をやりすぎちゃいましたっていう人は過去に見たことがありません。そのぐらい 民法はやりすぎという感覚がまずない科目なので。 えー、そういった意味ではあの誰にも負けないぐらい民法をやってるぞと胸張って言えるレベル、えー、これを目指していただきたいかなと思います。えー、特に確かからステップアップで勉強をされている方もしくは例えば結構法学部で民法がつりやってきましたという方でもあの扱う分野ごとの重要性って結構違ってくると思うんですよ。えー、例えばあのね例えば大学の法学部とかでは、えー、結構債権がつりありましたとかあのねだけどもあの物件この そんなにがっつりやってませんでした。あのここまで物件をがっつりやるのは司法書士試験の特有なんですよ。時々、司法試験から司法書士に転向されてきた方で、えー、物件のこんな話初めて知りました。という声よく聞くんですね。で、逆にその代わり、例えば行政書士とか司法試験から来られた方でえー、詐権のこの分野ってこんなもんでいいですかと。 もっとやりましょうよとかいやいやそこ試験場そんなに出ないんだよとかああいう感じでもなったりするんですね、えー、なので試験によって同じ民法と言ってもすごくよく出るところが違ってきてるんですね、えー、そういった意味ではあなんかねちょっとそこをよく書いてしまうとあのねすごくよく出るところに避ける時間が限られてくると思いますので、えー、なのであのまあ、ちょっとそういった意味でですねあのまあまああのね、えー 取り組み方を表書使用に意識していただきたいかなと思います。あともう一点ちょっと言わせたんですが、先ずね過去問なんですが、あの基本的に講義受けて、えー、まああの今日はね残念ながら自然史の分野って全部終われないんですよ。 さっき、ね、自然人の分野から過去問始まっておりましたがなので大体そうですね、えー、3回目とかあぐらいからっていう感じ2回目とか3回目ぐらいからっていう感じになってくるんですがでちなみにあのテキストと過去問のリンクの仕方なんですが一応ですね、えー、過去問、えー、ちょっとね「ブレイクスルテキストの」の21ページを出してみてください。ね 画面に移しておりますが、えー、ブレイクスルーテキストの21ページであのステップアップってあるでしょうステップアッププアっていうところに、えー、タイトルの横に「括弧書きで平成10の18」ってあるじゃないですかでこれが過去問番号なんですよ。で、えー、平成10年18問で10年18問とかあとじゃさらに今度ね23ページ。 とかちょっと足してみてみください23ページ。で、23ページのですね、例えば、上の方、一番上、上から2行目見てもらうと、一番上から2行目の一番後ろ、平成27年の第4問の足の「い」ですよとか、あと、例えば上の、ね、かっこでのところ。 カッコでーのところカッコ2のすぐ上ね見てもらうと、えー、そこの後ろに「えー、用紙ない」の後ろ平成2年の14問あ27年の4問あとかに載ってるでしょまあこのそんな感じでですねあの過去問番号が、えー、あの文章のところにちょいちょい載っかってたりするんですよさらにちょっと25問目の下見てください25問目の下のえっ、ー、とですね あのランカーに比較しようってあって比較しようのすぐ横見てくださいすぐ横見てもらうとここ結構過去問番号いっぱいありますよね。まあ、4回も出いるよねという,ような感じですよ。で,書きで平成何年何年番番とか出てたらそれは過去問番号ですでこの過去書きで、えー、過去問番号出てないところもあったりはしますがただこれ全部過去問の論点を文章化しているわけではないので。 なので、えー、あの実際に過去問出てるんだけれどもちょっとここストレートなここの知識じゃないよドストレートな知識じゃないよねっていったものは載ってなかったりもします。なのであのそれ前提知識と必要だったりなんかすると、えー、直接にここの文,、えー、あの文章が聞かれてるわけじゃないっていうものは過去問番号に載っかってないものもありますしもっと言うと過去問には出てるけれどもテキストに載っかってないっていうものもあったりはします。あのそんななな大事なのはいところに関してはね。ただ、一応、例えば、 あの、ここの文章で、例えば言ってることがいまいちもやもやしてわかんないと。じゃあ、どんな風に問われるのかな。過去問で具体的な事案で説問になってたりすることもあります。ってなると、まず、とこのもん、テキストを読みました。とりあえずどんな風に問われているのかが知りたいと思ったら、まず、ここの文章を理解するために、ピンポイントで、まあ、特に過去問が何ものも載ってたら、えー、直近の過去問だとか、直近に2つの過去問。えー、これを見ていただくと、 問われ方でああそういうことというのは分かってくると思うんですがただ出てくるたびに全部の過去問をピンポイントで引いてっていうのを恐ろしく時間がかかってあ載ってる載ってると、えー、ね過去問載ってる確認だけなのであまりお勧すすめはいたしませんでしかもここでテキ,テキストで知識を読んだ直後に過去問を見ても解けるに決まってるじゃないですかね、あ、なのでどんなふうに問われるのかなとか でここで言ってることがいまいち分かんねえっていうんだったら、えー、過去問で具体的な文章として説、えーね、問,問になってたりすることもありますのであ過去問の問題読んでみてあこういうことかって、えー、分かることもあるんですがまあなので出てくる度に過去問は引かなくていいんですがただちょっとなんかね問われ方が気になったりとか、えー、どういうものかが気になってであと、えー、まああの時直近,直近15年分とかであれば。 まあ見るのはありなんですがでも見る時にどの分野か分かんないあの作品があるんですよ。でこれあの過去問のそれぞれね冒頭のところに作品っていうのがありましてでこれあの平成何年第何問はテキストのここ過去問全部で3冊ありますが3冊のうちのどこに載っかってますよとかっていう、えーね、分野の問題これ体系番号のやつね。なので、まあ、作品どこ見てもらえれば体系番号が載っかってますので。 なので、えー、そこで引いていくとピンポイントで過去問は探せるっちゃ探せるんですがだってものによっては自然人の話でも自然人じゃないところで、えー、過去問だと言われたりすることしてることもありますあの。ミックス問題とかあったりすするんですよてなるとあの他のところで出たりもしますからあ過去問を探すのにうろうろするのは作品前の方にありますよと、えー、この合格ゾーンの一番冒頭に作品ってあります。 ただ、あの、これも今言ったように、あの、出てくるたびに、全過去問を解いたとか、ああ、っていうのを全部をさ探してってね、探してって、えー、解いたというんだと、まあ、多分読んだ直後なんで、大体解けますよ。なので、それは時間がすごいかかるので、おすすめはしません。まず一発目はあ、過去問解いてみて、まず当然ね、解けるかどうかもそうだけれども、えー、解いて間違ったものに関してはあ、あくまでも覚えるためのツールでしょ。 ま,あまずは自力で過去問を理解して答えを導き出すという作業もこのためには必要なので,でその行を読んだ直後に過去問を見ちゃうと、まあ、絶対解けますよね。えー、なのでそういった意味ではあのピンポイントで過去問を飛んでみるというよりはそれはあくまでもテキストの内容が自分なりにもやもやすると、えー、あ過去問で具体例として出てるかもしれない結構具体的な事案での問題が多いんですよ。 まあそういった意味でも、あのーまあ、使ってください、まあ、ただ基本的にはその分野ごとにね、えーあのー、各分野がすっぱら次囲むのと。で講義の中で、えー、今日第何問目と第何問目を解いてくださいっていうのは恐ろしく量がありすぎるので、えー、そういった指摘はいたしません。でえー、逆に言うと、あのー、さっき言ったみたいにミックス問題なんかだったりすると第何問目解いてくださいと言えない問題が多いんですよ。 なると、あのー、これ前にすごい前にやったことあったんですが「第7問め解いてください」って言ったら私が今解ける問題しかも皆さん解かなくなっちゃってしばらく経つと「えー、過去問題もう解けるようになったからやってね」って言ってももうでも言われた問題もう解いてるからそんな時間ないからって恐ろしく演習率が低くなっちゃったんです演習率っていうのは解く回数ね低くなっちゃったんですよ。なのでで進んでいく段階だと 場合によっては足レベルでまだやってないものが含まれてたりするんですよ。自然人の中の問題でも、えー、場合によっては設問五つあれば五つの中のうち一つ二つぐらいは後ろの方で出てくるものもあったりはするので。 まなので、えー、まだやってないものも進行過程においては含まれてはいるけどねというところです。ただ中ねこれやってテキストでやってないなという問題でもとりあえずチャレンジはしてみてください。で解説見たときに絶対、えー、解説文にあのえー、っとですね序番号だとか、えー、ね序文番号は絶対載ってるんですよ。で、ね、解説文のところに条文番号が載ってて序番号を見るとあの。 以前、ね、全体構造をやってきた時に条文って引くたびに何か色とかマークとかつけてくださいって言ってきましたが触れてない条文、ね、まあ密法って基本的には相続、ね、から、えー、条文を作られておりますから例えば相続やってる時にものすごい後ろの、ね、800何条とかが出てきたら「あこれまだやってね」とかってわかるでしょ なので一応解説読んでみたあの話だった間違っちゃったというのもそうだけれども一応解説文の中で囲いで条文番号とか載っかってますが、まあ、やってないものだとやってるかやってないかかかっってて一応条文見れば分かるじゃなないいですかやってない問題だとまだこれはとりあえず保留だねとか例えばこれあの、ね、今画面に映したやつだとで自然人の分野で,でしあの自然人じゃそうですね代理のところの分野で。 後ろの方で2冊目で出てくる「即時取得」ってありますがあの、ね、1冊冊目目のの範範囲囲じゃなないんでなんでですすよ192条ってねそういったものが足レベルで含まれてたりするんですがで、えー、なのでそういったものはもう序文番号を見た時にはこれまだ分かんなくて当然なんだやってないもんというふうに判別できると思います。 でもちろんねあの問題全部わかんないとかああいうんだったらあのインターネットフォローだとか教えてチューターだとかって聞いてもらっても構いませんし、えー、けれども、まあ、ある程度見切り発車的にはなるけれども全足解けるようになってるのを待ってたらあもうほとんど結構ね半分ぐらいの過去問が並行して解けなくなってしまうのでちょっとそこは見切り発車的なものはあるけれどもおね、えーまあ、あのまあそれはちょっと折り込み。 で進めてていってくださいもう何回あってけど聞いたことない話が含まれてるっていうんだったら、えー、先に解説読んじゃって、えー、まだ後ろの方の処文番号だとかあっていうところで割り切ってまだあ保留とか、まあ、くっつけてもらって構いませんのでまあなのでさっき言ったみたいにまだ保留の問題もあるし、えー、足の組み合わせに頼って正解番号を出して、えー、そこで「はい卒業」とか言ってるのはそれで解き方としては違うあくまでも、ねえー、一つ一つに正語判断できることこれを目指していってください。 いうスタンスです。ということで長くなりましたがあ中身いいですね、えー。全体構造でもやるとこチェックということを申し上げていきましたが、あね、えー、民法でもやるとこチェックということを言っていきます。まずですね、えー、と民法の、えー、ちょっと三ページを出してみてください。テキスト三ページ。あの民法は一二三四の順番で始めまして、で、えー、まず三ページで。 冒頭に民法除雪とあってナビゲータータズボイスってありますよね。このナビゲーターズボイスに関して言うと、えー、ここねこの単元ってこういう話を学びますよってあの全体構造でもなんか変な会話あったじゃないですかあんな感じなんですがただここ自体は直接試験に出るような話もないですので、えー、なので、えー、これに関してはもう特段もうなんかね斜め読みぐらいで結構です何なら読まなくても結構です ねえっ、ー、てことで、もうあの特にここはもう講義の中では、あの一切もう言及はもう基本しません。であの皆さんも読まなくても結構です。で、じ、え、ゃ、ー、その後、じゃここからあ四ページからなんですが、まず四ページに関してはあのね、四から六ってでチェックなしで結構です。え、四から六はチェックなし。 4から6はチェックなしで、えー、次ちょっと先にまとめて言っていきます7ページに関しては、えー、一応チェックのところで言うと上は,半分上はチェックなしで結構です、えー、チェックするのが横3番から横3番からあと、えー、表の図表2があって図表2の下括弧中2の2行までそこまでチェックです中あ括弧中ね弧括弧中の2行まで。 で中の下の青色の字以下はカットで結構です。もういらないです。以下はもう読まなくて結構です。あのもういらないです。で次八ページはカット。八ページは全カットです。でちょっといくつかまとめて言っていきます。で九ページはナビゲーターズボーイですから飛ばしてもらって結構。 チェックも何もいらないです。あと10ページ11ページ。これチェック、全チェックです。10ページ11ページは全チェックです。ちなみに今ね、ちょっと10ページ11ページと言いま全チェックと言いました。で、えー、全部チェックのページなんですが、で、ちょっと11ページ見ていただくと、あのグレのすぐ下に学習の指針ってありますよね。 これがあのさっきねでかい単元でナビ,ナビゲーターズボイスってありましたでこれは細かいこの権利能力の単元でのこれから学習することがちっちゃなマナ,ナビゲーターズボイスみたいなもんですよ。え学習の指針なんですが。学習の指針も、えーまあトップキー 時ですね講義の中でこういうことだよっていうのを言う時あるんですがただ学習の指針を特段、まあ、私チェックともチェック外とも何とも言いませんもう、ね、これは別に繰り返して読むようなところではないのでなのであの皆さんも講義の復習の時にグレースぐしたら学習の指針気になったらあの、ね、復習時に見ていただく分にはありなんですが。 ただあそこはもういいです特段チェックの箇所でもないですし何度も何度も繰り返して読むとこではありません何度も繰り返して読んでくださいと自力で説明できるようになるまでを目指すのは横1番から以下ですよね。でしょ3条でこれはこの分野で扱う条文のメインをあの、ねえーまあ、ちょっとねメインなものをピックアップして載せてるだけなんですよ。 ただ、ここの単元って、三条だけが、はい、だけで進めていくわけではないんですね。なので、あの、ここの条文は、あのね、メインの大事なも、あの、まあ、メインの条文だけ乗っかってるんですが。他にも、ちょっとね、その単元の条文ページとして、ちょっと飛びます。十八ページ、十九ページを出してみてください。で、十八ページ、十九ページで、これ全部条文のページなんですよ。で、これは行為能力という単元ね、行為能力という単元で。 主に出てくる条文だけピックアップして載せてはいるんですがただこの行為能力の単元ってこの条文だけじゃないんですよただまあ、あくまでもその単元のメインの条文とあと欄外に制度趣旨たでしょ で、えー、この条文扱いますよ、メインの条文これですよと。で、そして、カイの制度趣旨は、これ、復習の時に各自で条文のこの条文ってこういうことだよって話なんですが、まあ、ただ、えー、この条文だけ攻略できればいいってわけではないので。ここの単元で扱う条文は、ここに乗っかっているもの以外でもない、以外にもたくさんありますので。なので、とりあえずね、えー、よく出てくるので、ピンポイント的に見る分には便利っちゃ便利なんですが、 ただ、えー、なのでテキストのここの条文を、えー、特段チェックとかチェック外とかは言いませんので、えー、原則として。まあちょっとレア、まあ、なものだけ言ってこの条文を使ったりするんですが、えー、なので特段私これからもう全科目に関してブレンクスルーに掲載の条文は特にチェックともチェック外とも何とも言いません。けれども、まあ、条文は当然出てくる条文を読むんで当たり前ですし。 えーまあ、あのさい。あと欄外の制度趣旨はこれはチェックともチェック外とも言いませんが何も触れなかったから読まなくていいってわけではなくて復習の時に成を見てまあこう復習の時に各自で読んでいただくっていうものになります。なのでなのでこの制度趣旨のところで特段知識を入れ込んでいくっていうことはしなくていいですが、えー、それはちょっと自力で読めるようにはなってほしいかなと思います。 こというなので11ページも一応全チェックとは申しましたが、えー、まあ全チェック、ね、あの3条と欄外の制度趣旨、えー、これは特段ここでチェックって言ったけど例えば18とか19はチェックって言われてないからああいらないのかとそうじゃなくて、えーね、条文と制度趣旨に関しては当然に読むというところとして言い続けておいてくださいこれは全科目について同様の取り扱いとなります。ということで10ページ11ページ全チェックえちなみに12ページですが。 12ページは結構飛び飛びになります。まず冒頭からですね、えっ、ー、となんか時系列でかいがありますが、えー、まずそこまでチェックです。冒頭から時系列までチェック。で、その下なんですが、えっ、ー、とですね、下の方も途中の文章はカットで結構です。えー、途中の文章、このページ、真ん中、ちょ下の方に青色の文字ありますよね。青色の文字。で、あの、青色の文字、えー、通説は、 生きて完全生きて母体から完全に分離した時のその全部露出節ってところまでチェックです。そこだけでチェックで結構です。あとその下四行ぐらい飛びまして横三番から下までチェック。横三番から下までチェックプラス欄外チェックです。欄外もチェックです。十二ページですよ。 で次13ページです13ページは、えー、まず冒頭からですね冒頭10行チェックです、えー、冒頭から10行チェック冒頭から10行チェックでその後もちろんからの2ブロックはカットで結構もちろんからの2ブロックはカットで結構で、えー、グレー部分の推論対策から下までチェックですグレー部分の推論対策から下までチェック。 プレ部分の推論対策から下までチェックですね。あと欄外は全部チェックです。A ラン外全部チェック。ラ外全部チェック。で次14ページは14ページは冒頭からチェック始まりまして下の図表9までをチェックです。下の図表9までをチェック。で下の判例はいらないです。A、判例はいらないです。阪神電鉄事件自体はもういらないです。でラ外チェックです。A ラン外チェック。 次十五から十七全チェックです。十五ページから十七ページ全チェックです。とりあえずこちらまでにしましょう。で戻ってください。まずですね四ページに戻っていただいて、四ページね。であの四 4 5 6っっててチェックなしと言っておりますがただあのちなみに4ページ5ページってこれ全体構造で、えー、ざっとやった話なんですよ。で例えば5ページのところの図を見てもらうと申し込みと承諾の意思表示の合致で契約って成立して契約が成立したら所有権に転移するよとかあったじゃないですか。なのでこれら全体構造で一通りやった話ではあります。なのでちょっとねこれ あの私がねチェックと言ったところはもう二度三度繰り返して読んでください読み込みが大事なところ、えー、これがチェックなんですよで特にチェックしてないところは全くいらないっていうところもありますしあとあのそんなね繰り返して読むほどすごく重要なところではないですよとこういうところでもあったりするんですよなのであのここチェック外として、えー、特に4ページ5ページはチェックしておりませんがちょっとね復習の時に1回だけ読んどいてください 斜め読み程度で構いません一言一句つまずきながらで構いつ,まつ,まずかつまずいたとしても全体として、えー、言ってることがざっくり分かれば OK ですあの。つまずきすぎずに、えー、一通りざっとなんとなくこういう話なあなんか全体構造出てきた出てきたということであのまあそんな感じで読んでみてください。で逆にチェックといったところに関してはあの一言一句丁寧に読むと繰り返して読むというところです。 あと、ちなみに、あのチェック外とか、あ、あとカットという言い方をすること、言い方もありますが、えー、チェック外もカットも同じ意味です。チェックしなくていいって意味ね。ただ、カットのところからも、チェック外のところからも、えー、問題は出てるんですよ。ただ、さっきも言ったように、チェック外のところの知識が全くいらないってわけではなくて。まずチェックのところは、えー、核になる重要知識、繰り返して読み込みが必要な箇所。 というところになりますでも逆にチェック外で出てる過去問はって言ったら出題可能性は高くはないんですでも絶対出ないわけではないんですというのがやっぱね、繰り返して読み込み読み込みだけで知識を入れるというのは現実難しいんですよなのでチェックのところで基本の前提知識たる過をマスターしたならばプラスアルファ部分は解きながら身につけていくというものもステップアップ知識としては必要だったりするんですね まあ、そういったところて、えー、てをチェックにして読み込み込が必要過去問に乗っかってるものは全部チェックにして読み込み必要ってなっちゃうと読み込み部分だけでものすごい膨大なことになってしまうので、まあ、要は読み込み量が多いとその分過去問に回らせる時間も少なくなってくるし読み込みだけでは知識の定着っていうのは全現実難しいので、えー、なので、えー、チェックの箇所はもう必要もう、ねえー、最重要の箇所と位置づけてもらって。 チェック外のところでも過去問には出てたりしますけれども、それが次のステップとして、えー、読んで解いて読むんでしょで読んで解いた時にチェック外のところからでも過去問には出てます。えー、それはあ、まず読んだとこの前提知識を駆使しながら、解きながら次知識を上げていく。身につけるべきステップアップ論点として、えー、位置づけてください。 でその上で、えー、戻ってあさっきの問題あのチェック外の箇所だったなというふうに気づいたとしても改めてそこの部分はあ読み直したりだとかする必要はないので、まあ、気になったらブレイクスルー戻ってもらって確認してもらうのはありなんですがあチェック外ってことはそれほど大事でもないのかなと、えー、ただ問題で言ってることは分かったからあじゃあ解きながらマスターしておこうという,うセカンド知識ぐらいな感じですよねです。という位置づけとして見ておいてください。 あとそうそうたまに、えー、たまに聞かれるのがあの過去問にですねあのこれ重要度 A とかごめんなさい、えー、ちょっとまた過去問の問題になりますが過去問にその重要度 A とかあ左解説の部分にね乗っかってたりするんですが、えー、重要度 A だから、えー、これね、えー、平成一桁の問題もやった方がいいですかとか言われるんですがそんなこと言ったら過去問あのこれね分野ごとに重要度ってつけてるんですよ。 ただこれ個人的に言わせてもらうと例えばこの無効取り消し分野ね無効および取り消しの分野って重要度 C ってなってるんですが、えー、あのこの無効とか無効とか取り消して試験ってすごい大事な分野なんですよ。まあ、この重要度は気にしなくていいですというのが要は無効取り消しという分野として出題は少ないよという意味なんですがただ無効取り消しの分野としての出題は少ないけれども。 他のところで無効取り消しの話っててガガンガン出てくるんですよ無効取り消しで一問出ることは少ないよ無効取り消し分野の問題は少ないですよという意味で重要度 C になってるんですがただから向こう取り消しってあのもう全体構造でも出てきましたよね。虚偽表示無効とかね心理流法原則有効とか出てきたじゃないですか。無効取り消しって結構大事な,んですよ、まあなのでこの重要度を無視してください。 この分野、この論点としては、ああね、素材量は少ないよと言うけれども、あねえー、ただ、えー、次の条件とか期限の分野だって、えー、重要度 C になってるんですが、条件期限で、ね、一問出ることは少ないよ。だけど、足レベルで、設問ね、足っていうのは設問です。設問レベルで、条件期限の話ががっつり絡んでくることもあるので。だから、条件期限の分野は捨てていいんだとか、損じゃないんですよというところです。 まあ、なので、過去問に乗っかってる重要度というのは、その分野は。出題量多いか少ないかだけですけれども。ただ、論点として、足、足ね、設問レベルで、他のところでがっつり絡んでくることもあるので。この重要度は無視してください。重要度 A. の問題だけ解けたらいいですか、とか、そういうわけではないです。じゃ、すいません。ね、なので、ちょっととりあえず、ブレックスね、四ページ、五ページは、あ、ざざっと復習の時に一読。 1> 1 1回斜め読み程度でで結構ですであと次ですね6ページなんですが6ページもうチェック外ですよねただこれ法律の解釈とは何だろうって書いてありますがただこの解釈って全体構造で次のページ7ページの上のところあのまあ分離解釈やってませんが目的論的解釈とかあの猫,猫を飼ってはならないっていう事案でやりましたよねあの話なんですよ。 まあなので、えー、ただこここその程度結構ですこれ別に直接試験出るような話ではないですしあとおいおい講義やっていきながらあ説明はしていきますのでとりあえずこれねチェック外の箇所ではあるけれどもあの法律を学習するものとしてあのね6ページの縦2番「法的三段論法について」というところでチェックしなくていいですよ。えー、ただ 三段論法っていう言葉がなんぞやっていうことぐらいはなんか聞いたことあるぞっていうレベルで知っておいてほしいんですよ。で、これ皆さんは論文を書くわけではないんですね。司法書試験では論文はないので、えー、あの法律の文章を書くときに文章の組み立て方としてこの三段論法という言葉がああ文章の作り方があるんですよ。 ただあの皆さんは論文はないので、えー、一応ここは意識しなくて結構ですが三段論法ってこういうことだよって話なんですが、まあ、なのでそれちょっと私口頭で言っていきますので後で復習の時にもこの2番、えー、ざざっと見ておいてほしいんですがどういうことかというと法律の文書を作る時ってですねまず,まずこういうい規定がありますよ、こういう規定がありますよ。 今回の具体的事案においてはこここれれうなんですそれを当てはめてみたら結論ってこうなりますよということで全体構造で要件効果っってやったでしょ、えー、条文上これこれの時はこうなりますよと作ってたものはあでありましたよね要件効果あれ実体法でしたよね。そうするとまず実体法でこういう規定がありますよ。 で今回の具体的事案はこうですそれを要件に当てはめたら結論ってこうなりますよ今回の事案だとこうなりますよという文章の作り方をするんですよこれが三段論法なんですねまず大前提そして今回の中前提そして結論というね文章の組み立て方なんですただ皆さんは別に論文を書くわけではないので えねえー、なのでまあただね三段論法っていったらこういうことだというのがあ、ねえー、三段論法ってそれも知らないのって言われちゃうとあれなのでまあ,あ一応なんかそれが分かれば OK です。結構なので法律文書って回りくどい言い方が多いんですよ。えー、こ,うこういう三段論法っていうねあのなんかね、えー、文章の作り方があるからっていうくらいいです、まあ、とりあえずい,いです。 あとはね、えー、それ以外結構です。で、続きまして7ページなんですが、えー、横3番、民法の指導原理とありますが、で、こちらに関しても、一応ね、えー、民法の指導原理の中で、3つ目、私的自治の原則ってありますね。これ、全体構造で、意思主義ってあったと思うんですよ。民法は、個人の意思が大事ですよ、ということで、えっ、ー、と、ちょっと右側見てください。 指摘自主の原則これね全ての個人は自由な意思によらなくては権利を取得し義務を負わされることはないという原則ってことでそもそもね、えー、じゃあ以前思い出してください、えー、これはあのお話がああそれそれあったあったってつながらないと全体構造の復習が、えー、足りなかったよというちょっとねそれがあのね、えー、のおまあちょっと実験といいますか。 要件効果ってさっきも出てきましたありましたよね要件効果の中で法律行為と法律事実ってあったじゃないですかうんあったあったって思ってほしいんですが法律行為は何でした意思表示を要素,とする要素とする法律要件でした要件効果の要件で意思表示がメインになっているものを法律行為と言いましたでも 要件効果の要件で意思表示がメインを占めてないものを法律事実と言いましたねで、そうするとまあ、特にその中でも、えー、民法は個人の意思を尊重しましょうという位置づけですだから要件効果の中でも意思表示がメインで入っているものを法律行為と言っていた、えー、んですよね でそ名民法は個人の意思を尊重するということから自由な意思によらなければ権利を取得し疑問をされることはないこれ個人の意思を尊重しましょうそれを法律行為としてちょっと別扱いしてましたよね。ってことであの別に私意地悪で言ってるわけじゃないんですよあの意地悪じゃなくてあのここでね「あのやべえ」。 わかんねえそんな話あったっけ何か言われればあったような気もすると思った方はそれきっなのでまあ人間なのでやっ,たはなやったはずの話でもそれが全部定着して次に進むわけじゃないと思うんですよよっぽどの天才じゃない限りは。なのでやべえ身についてねえということでもあそこで戻って、えー、確認してほしいんです。 であのやっぱり人間なので「忘れて覚えて忘れて覚えて」の繰り返しなんですよ。やったはずなのに身についてないということは「ああここで気づけてよかった」と「戻って確認しよう」あ「あそっか復習あれじゃ足りないんだ」というところで「いや完璧に入ってる」ま「あ、復習十分なんだ」と「よっしゃ次進もう」と。 いうところでちょいちょい修正しながら忘れて覚えて忘れて覚えての繰り返しなのでそれをしながら進めていってくださいちなみにあの毎回毎回ねブレイクする前でどこでやったよってページ的できるわけではないんですが全体構造でいうと31ページの欄外で やりました全体構造のテキスト31ページでやってますので、えー、特に意思表示がメインに含まれているものやっぱこれは個人の意思を尊重しているからこそで特にそこは、えー、やっぱ権利を取得したり義務を負うっていうのは自分がそうしたいと思ったからでしょ例えば自分が物を売ったらその物の所有権を失うわけでしょ物の所有権を失いますよねこれをでも自分が売りますって言ったからでしょ権利を失っておりますがそれは自分がそうしたいと思ったからなんですよ。 で逆に、えー、じゃあ物を買いました代金債務を負うんでしょお金払う義務を負うんだけれどもそれは自分が欲しいと思ったから買ったからこそですよねこのように、えー、個人は自由な意思によらなければ権利を取得したり義務を負わされることはないんだ個人の意思を尊重しましょうというのが意思主義イコール私的自治なんですよ意思主義って言葉もいっぱい出てきましたよね でこれがまずは民法の指導原理、まあ、民法ってたくさんの条文がありますがその中でも根本的な考え方がこれらなんですとちなみに権利能力平等の原則に関しては、まあ、あのそもそもね民法の前提として、まあ、法の王様って憲法なんですよ憲法後ろのでやりますがあの法の王様は憲法です。 となると、まあ、人はみんな平等ですよ。その流れを組んで民法も平等。あと、所有権絶対の原則ってありますが、これまた応用に出てきます。えー、不所有権はオールマイティな権利なんですよってとこなんですが、とりあえず、とりあえずいいです。あと、過失責任の原則。これね、過失責任の原則って、これも以前要件効果のところでご説明しました。例えば、じゃあね、不運行為の話、覚えてます？ま、君運転してました。車道につ。 込んで歩歩行行者者跳ねててさせししまいまいた加害者の過失によってあえてけがさせてやろうと思ったわけではないけれども過失によって他人の、えー、まああのね権利を侵害したならば損害賠償責任だ。でさらにはですよ「過失じゃないわざとお前佐々木むかつくんだよ」って殴って佐々木が転んで怪我をした佐々木の入院治療費を加害者は払わなきゃいけないですね。わざとでしょ わざともししくはうっかり他人の権利侵害害をしたならば損害賠償請求でも逆に言うと自分は一切そのような落ち度もありませんという場合に他人に損害を与えてしまったとしても責任を負わされることはないこれが原則なんですよ。でそうするとこれなんかねえでもでもでも結局人の権利侵害してるのにいいんですかっていうところなんですがこのようにしておかなければ。 落ち度がないのに、えー、責任を負わなきゃいけないってこれ自由に行動できなくなってしまうでしょう万が一のことを考えたらというところですよねよって故意、えー、も過失もないのに責任を負わされることはないのが原則ですよというところなんです ということであの、ねえー、まずこれらが民法の原,、えー、原則的な考え方ただ下の「中のところただしこの過失責任の原則はあくまでも原則であり法律の至るところに無過失責任の規定が存在するのでそれぞれ押さえていく必要があります」とありますがあなた過失がなくてもこの場合には責任を負ってちょうだいねというものもあります。 まあ、ただまずは民法の根本的な考え方ここれらでですすよとというところですあとそれ以下の説明が書いてありますがただもういいですよこれ試験的にフランス革命がどうのとか書いてありますがそこはもう読まなくて結構です。で次のページもまあここは前のページの話で十分ですから、えー、とりあえず、えーね、あの民法には共通となる基本的な考え方があるんだよということこ,こでわかれば OK です。 ということで一旦休憩を取りまして、今度は後半講義は九ページですね。ここから見ていくことにいたしましょう。それでは十分間の休憩です。はい、それでは少書士合格講座あ民法第一回目の後半講義担当者から始めてまいりたいと思います。であのちょっとですね、さっきも言わせたんですが、講義ノートですね。講義ノート結構分厚めになってて、あの。 多分これずっと使ってくると、特に講義ノート民法一って分厚いでしょう。多分なんかベロベロ破れてくると思うんですよ。そのうちがつい使っているとね。なのであのなんかテープで補強するとか、あなんかしといた方がいいような気がいたします。あの私ちょっとこれここ失敗しちゃったんですが見えないですかね見えないですよね。あのテープであの これ色は気にしなくていいですあの私あの本棚に2020年向けと21年向けとかいっぱいいろんなのがあるのであの、まあ、私色つけてるだけなんですがなのであ,のあんまり気にしなくていいですねあのテープで見えないですよね貼ったんですが透明のテープでで私ちょっとベロベロになっちゃったんですがなんかテープで背面を補強するとか なんかねえー、人によってあとまあそうですねあのもうベロベロになっちゃうの嫌だからあの全部バラしてなんか切ってバラしてファイルにするとかっていう方もいらっしゃったりしますが、まあ、ただ別ににファイルにする必要はないかなと思いいますでなのでただあのなんか、ね、いずれベロベロ破れてくるからあーテープ止めをするとか破れる前に手を打っちゃった方がいいですよっていうのが個人的なおすすめです。 あのブックカバーとかっていう方もいらっしゃったりはしますが、まあ、ただあの何かねあとそうですねあのこれを切ってコピーして毎回該当ページに貼るという作業をされる方いらっしゃるんですが止めはしませんが。 多分途中からくくさなななってきますよあの結構な量なのであのコピーしてそれをちっちゃく切って貼ったりとかっていう時間があったらもう過去問解けるでしょうという感じになりますからあのね作業的なものはできるだけ空隙時間とか隙間時間でやればいいんですが、えー、とりあえずあの、まあ、補強はしといてくださいって話です。ということで中身入っていきましょう。ででは、ね、次10ページからなんですが でここから、まああのね、えー、自然人という話ですよ。で自然人、まあ、さっきね、過去問でもよく出てきましたが、ただ、この自然人分野の問題としては、あの結構、次回講義まで渡る感じになりますので、えー、結構、がっつりいいあの分野として、えー、次回というか、次次回ぐらいまでかかるかなという感じです。で中身として、まず、自然人と言ったら我々人間のことですが、この我々人間には、ま,あ、あのまず、ちょっと下の時系列でご覧ください。で 図表の4です。図表の3は言葉の説明ですからちょっとざっくりいいですかまず民法の中でいろんな何たら能力って言葉出てくるんですがただ何たら能力の中でも、まあ、民法をやってる最中よくよく出てくるのがこの3つです画面のよに映しておりますがまず権利能力そして意思能力さらには一番下の行為能力というもの。でちなみに 上から4つ目の15歳以降となったらあります「縁組能力」とか「遺言能力」だとかっていうのはこの「縁組能力」「普通用子」下の「縁組能力」「普通用親」これちょっとね全部4分冊目で出てくる話なんですよ。たでしかもあんまり何たら能力っていう言葉はしょっちゅう出てくるわけではないのでとりあえずここは無視してもらって結構です。今の段階では無視 で民法でこれからやっていくのが権利能力意思能力と一番下の行為能力なんですよ。ということでまずこれらの話を見ていきますちなみに上から3つ目の「責任能力」という言葉はあのちょっと先にもう申し上げておきますとこれねあの大体この能力としては、えー、中学校、まあ、小学校卒業だとか中学校入学前後くらいですよね11歳12歳そうでしょ。 どういうケースかっていうと例えばお友達を怪我させてしまいましたお友達を突き飛ばして怪我をさせてしまいました、ね、<laughs> そういった場面で,であの、まあ、要はお前なんでそんなことやったんだということで、えーね、責任を負わせると、まあ、簡単に言うと損害賠償だとかってことになるんですがただ <laughs> 現実あの例えばねじゃ小学校の 低学年の男の子が、ああね、あの女の子を突き飛ばして怪我をさせる、普通にありそうな話でしょう。で、小学校に入ったぐらいだったら、そんなね、女の子をいじめちゃ突き飛ばしてダメでしょということ、言われたらわかるかもしれませんが、じゃあそこで責任を負わせるってなると損害賠償ってなると、これまだ、あ、まだ子供でしょ。なので、まあいいとこ、小学校を卒業ぐらいってまあじゃあ多少個人差ありますよ。事案によってもよりきりです。ただ、 現実じゃあその子どもに損害賠償責任を負わったところで支払えるような能力の問題もありますのでまあプラス親の責任も絡んでくる話になるんですよ。<laughs> なんて、まあ、一応ね、えー、や,あやっちゃいけないこと、ね、それをやったら責任が伴う行為なんだとお、ねえー、責任追及できるかどうかというレベルで言うとそれが責任能力小学校卒業前後ぐらいという感じです。ただ 現実問題としては論じるのはプラス親の責任ですね親の法監督責任ということも出てきますからそれは4分冊目出てきますただねその責任能力で言いますとよく刑事未成年とかいう言葉あるじゃないですかこれ刑法の世界では14歳未満の行為は罰しないというルールがあるんですよなので 13歳があ人を突き飛ばして怪我をさせてしまったじゃあそれ傷害罪になるかっていうと刑事未成年ですから障害罪にははないんででですすよね民法法と刑法では話が別です一応民法の世界だと小学校卒業、まあ、高学年ぐらいですよね。小学校高学年ぐらいになると「お前なんでそんなことやったんだ」と。 責任追求できるる状況にはあるんだただ実際支払能力能力だとかを考えてもプラス親の責任、えー、だとは例えば教師とかねの責任もプラス論じていかなきゃいけないケースもありえます。ということでとりあえず責任能力と言ったならば、えー、ねあのまああんまり民法の試験ではそんなに出てくるものではないですと。とりあえずこれから出てくるのが権利能能能力力力意思行為能力という言葉です、えー、まずは「権利能力」見ていきましょう。 次のページですでそこでこの権利能力に関してはあのもう全体構造で出てきた話なんですよ横一番の文章はこちら各自で見ておいてください下の図表をで見ていきましょうえー、ね試験の主体試験というのは司法上の権利が試験ですですから司法上って民法だと言し民法も司法でしたよね。よって、えー、権利の主体となることができるのは人でしょ このの図表、えー、試験の主体は人ですよで。よってその下のコンファーでこれあの確かねポチ、えー、の,の話を全体構造でしたと思うんですよ。えー、犬はねえ何なら息子より聞き分けのいいペットとかいるじゃないですか。えーね、あの子供に「新聞取ってきて」って言ったら「嫌だ」って言うけど「犬に取ってきて」って言ったら「新聞取って」ぐらいぐらいの犬って言いますよね。 でそのようにいくら知能が高くてもたとえ知能が高くても権利能力はないんですよとですから実際ポチの家って言ってもポチはあ所有権の主体となることはできないって話をしたと思うんですね。で、えー、ね我々人間ですよそれが左下の自然人ねで。となるとこれ論点として例えばお母さんのお腹の中に赤ちゃんができました。で えー、お母さんの中の中にいる赤ちゃんは、ああね、権利能力を持ちますかとか、あと、亡くなったばっかりの、亡くなった直後の人ね、すごいドライに言うと死体ですよ。まだでもちょっとあったかい。その人、権利能力を持ちますかとか、そういう話なんですよ。いつから権利能力を取得して、いつ権利能力を失うのか。この話。 を次のページで,やりますであと隣の法人なんですが法人、えー、法人はいつから人になりますかいつで人,人でなくなりますかっていうと詳しくはまた商業登記とかでやっていくんですがまあ,あのこれ法人の種類にもよりますが例えば皆さんがこれからはメインで学習していく株式会社会社なんかにおいては登記で会社って誕生するんですよ。登記で会社は出来上がります。 よって設立登記をまだしていない段階だったらまだ会社ではないですね人ではないんですよでいつ終わるか終わるのかについてはこれは会社を商業登記でやっていきますってことでとりあえず次のページ目取ってくださいまず自然人人間ですね ねえいいですかまああのさっき言ったお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんはどうだろうとかいう話なんですがまず原則的にはおぎゃーと生まれてぽっくり死ぬ時までですからさっきちらっと言った亡くなった直後のまだちょっとあったかいご遺体はもう権利能力ないんですねだからこそこれも全体構造でやりましたよね人は死亡によって権利能力を失うからこそ死んだ瞬間に相続が発生するんでしょう 所有権が空白じゃ困るのでお父さん亡くなった瞬間にお父さんが亡くなったことを知らなかったとしても息子さんが全体構造を3回目でやった相続分に応じて権利を取得するんでしょっていう話でしたならばそのおギャーと生まれた瞬間なのでお母さんの中の中にいる状態だとまず原則権利能力を持たないんだけれどもでもじゃあこれどうです えー、お母さん結構難産で頑張りました。で、あのー、ね、えー、頭が見えてきて、お母さん頑張ってとか言いながら、ね、あのー、すごい難産で、えー、数時間かけて子供を産みました。となると、頭が見えてきた瞬間、頭出てきました、まだお母さん頑張ってって言ってる状況って、その赤ちゃんは、お母さんとは別個独立の権利能力を持ちますかって話なんですよ。で、そこ全部露出ってあるでしょ。 チェックのところ、下のチェックのところ、えー、通説はこれ通説っていうのは最もポピュラーな学説です。えー、これも皆さん知識としてはこっちで覚えてください。全部露出つまりお母さん頑張って頭が見えてきたよっていう状況はまだ、えー、一人前の権利能力を持たないんです。で、あの全部出てきておぎゃーっと生まれたお母さんとは別個独立の個体としてこのように誕生したとき。 出産中の赤ちゃんは、まだ独立の権利能力は持たないんです。で、ただね、これ法律が違えば、違うんですよ、適用、欄外です。欄外で、刑法では、一部露出が判例通説なんですよ。というのが、ああ、欄外ね、母体から一部露出中のものを、すごい嫌な事案ですよ。殺害した赤ちゃんをです。 出産中のお母さんのお腹の中から出てくる、はい、頭が見えてきたよっていう赤ちゃんだけに直接的な攻撃ができちゃうのが、刑法でしょ刑法の世界だと、そういった殺害とか傷害という観点で見るんですね。ってなると、赤ちゃんに対するダイレクトな攻撃が可能になってしまうので、一部露出でも人なんですよ。母体とは別の。 ですから一部露出中のものっていうのが赤ちゃんね赤ちゃんを殺害した場合そのものに対するつまり赤ちゃんに対する殺人つまり母体お母さんに対する障害とか殺人ではないですねダイレクトな攻撃が可能になってしまうというところですではじゃあねポイントなのがあ民法の世界だと でえー、完全に分離した時ではあ横3番の胎児という話ですで、えー、じゃあお母さんのお腹の中にいる状態の赤ちゃんこれを胎児と言いますね。えー、そうすると胎児にはは権利能力はないんですかっていうと今言った「完全分離」で独立の権利能力を持つんだってことはまだお母さんの中にいる赤ちゃんは原則。 権利能力は認められないんですよねなのでですよ例えばよくあるじゃないですか、まあね、あの臨月のお母さんのところにお友達が遊びに来て、うん、でもあの、ね、女の子とか男の子とかとか分かるじゃないですか今。そうするとお友達が赤ちゃんのベビー服女の子用の「ほら赤ちゃんにプレゼント」とか持ってきても「 赤ちゃんはそのベビー服の所有権の主体になれますかって言うと、いや、まだ権利能力ないしと。これ赤ちゃんはね、赤ちゃんにプレゼントとか持ってきても、まあそれを赤ちゃんが所有権取得できないんですよ。だって赤ちゃんがはい、いただきますって贈与契約の意思表示、承諾の意思表示してないでしょというイメージです。 まあそれで法律問題になることはないけれども、えー、ただあの少なくとも赤ちゃんにはだって権利能力ありませんのでなので、まあ、やってることは赤ちゃんにって言ってるけどお母さんに対する贈与ですよねありがとうってお母さんお母さんがありがとうって言ってますよね。な感じです、えー、となると赤ちゃんはまだ権利能力持ってないというところなんですがただね例外として以下の3つに関しては胎児は既に生まれたものとみなされるとありますが。 ここで、みなされるという言葉が出てきました。で、密法では、このみなすという言葉、よく出てくるんですが。で、えー、ちょっとね、次のページ、十三ページの。 13ページの欄外に、えー、ちょっと私手書きの書き込みを入れております生クラスの方はこのページ書き込みコピーを渡してるとこなんですがで欄外の用語解説を修士2番のところに、えーこ,れね、これからいっぱい「みなす」と「推定」という言葉あっちこっちで出てきますということで「みなす」という言葉が出てきたならばいろんな表現があるんですが「みなす」という言葉のことを「犠牲」という言葉で表現することがあります犠牲これ手編ね であの犠牲というのはまあね、えー、犠牲ってあんまね日常会話では使わないと思いますがもうそのように扱うと,とか同詞するとかいう意味ね。で今回、えー、前のページ、えー「胎児はすでに生まれたものとして扱いますよ」「まだ生まれてないけど生まれたものとして扱う」ってことは、ねえー、例えば所有権取得できたりとか。 でどういうことかというと前のページの丸三番見てください丸三番前のページの下のね十二ページの下の丸三番で以下三つ不応行為の損害賠償請求相続遺贈ってありますよねでこれらに関してはもう生まれた扱いなんですよ例えば今度どうでしょうおじいちゃんがまああのね えもうあのおじいちゃんがもうあのそうですね「余あと12か月ぐらいです」と言われちゃったんですよ。でそうするとでお嫁さんのお腹の中には赤ちゃんがいるんですよ。もしくは別にお嫁さんじゃなくてもいいんですよ。自分の娘のお腹の中には赤ちゃんがいるんですよ。赤ちゃんの出産予定日はえ3か月4か月先なんですよ。 でなるとおじいさんはもうね藤の病にかかってて、えー、もうあのこのあと残り1か月ぐらいですかねご余命はと言われてると。でおじいさんは何が何でも初孫に会いたいとでも会えそうもないそこで遺言,遺言をした,たえました、えー、例えば、あのー、私の持ってるうじゃあね、えー、どこそこのマンションはとかねあとうね先祖代々のこのなんか、ねあのー、何でもいいですよつばでもつぼでも何でもいいですよ。 でえー、じゃあまあわかりやすく軽井沢の別荘にしましょうか軽井沢の別荘はあれ赤ちゃんにやるぞとあは孫にやるんだあれはあのね孫とあそこの別荘で遊ぶの楽しみにしてたんだでもできそうもないから軽井沢の別荘は孫に遺贈するという遺言を残しましたそうするとこの前ですよじゃあ,あおじいさんは1月に遺言書いて残念ながら2月に亡くなりましたけれども赤ちゃんが 4月に生まれまれしたそうするとこの場合ですよおじいちゃんは亡くなる前に遺言書いて遺言の効力って遺言ね遺言の効力発生は死亡の時なんですよ。そうすると亡くなった2月にはまだ赤ちゃんはおぎゃーと生まれてないでしょ。 けれどももうその場合は生まれてないけど生まれたものとして扱いますよつまりこの軽井沢のマンションはあマンションか軽井沢の別荘は赤ちゃん取得できますよという話なんですね赤ちゃんが軽井沢のマンションの所有者となりますよ本来おゃーと生まれてから権利能力を取得するけれども胎児の段階で軽井沢の別荘の所有者 もう赤ちゃん胎児の段階で別荘のオーナーですよ。という感じですね。ですから本来だったらおぎゃーと生まれた瞬間に権利能力を持つんだけれどもただ例外としてこれらに関しては権利能力は胎児の段階からあるものとして扱います。 これが犠牲という言葉です。でちなみにこの「犠牲」という言葉ですね、えー、13ページの欄外なんですが、えー「みなす」という言葉が出てきたらもうね「えー、犠牲」とかいう言葉でも表現するんですがただね、えー、とこの「みなす」に関して欄外、ある事柄と他の事柄を一定の法律関係について同志するつまり生まれてないけど生まれた扱いするっていうのがここでの「犠牲」「みなす」ね。 生まれてないけど生まれたものとして扱いますで、ただね例えばのところに関してはこれ次回やる話になりますから例えばのところは一文冊目の三十八と書いてもらって括弧で保留で結構ですで、推定に関してはこれちょっとね後でまた出てきますということでとりあえず置いていただいてではですよ これらの遺贈、まああね、だとかこの損続はこの後ご説明していきます。あともう一点、ちょっと、ね、今の12ページのところでこの不法行為の損害賠償請求ってありますよね。でこの不法行為の損害賠償請求ってどういうことなのかといいますとあの例えばあの赤ちゃんに直接不法行為を下すとかそういう場面の話ではないんですよ。であの例えばすごい嫌な事案ですがじゃあそうですね。 お父さんがあのじゃあ交通事故で亡くなったと思ってくださいただお父さん交通事故で亡くなったんだけれども、えー、ただ奥さんのお腹の中には赤ちゃんがいましたってケースなんですよ。でそこでねちょっと私あの今の図表のとこで、えー、不法行為の損害賠償請求721条の後ろに711条とちょっとメモってください。プラス711条と書いてみてほしいんですが。 で七百十一条の条文、えー、ちょっと引きますね。七百十一条、出してみてください。で七百十一条、えー、ご覧いただきますといいですか。で先ほどお父さんが亡くなったって話をしましたが、七百十一条で、えー、他人の生命を侵害したものは被害者の 父母、配偶者、子に対しては、その財産権を侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないということで、まあ、いわば、これ、遺者料的な話なんですよ。つまり、えー、他人の生命を侵害した、お父さんが交通事故で亡くなってしまいました。そうすると、ドライバー、加害者は、ああね、えー、この場合ですよ。 でえ、その、両親や配偶者、子に対して、そのような近親者に対しても損害賠償しなきゃいけませんよ、という格好なんです。ね例えば、両親からしてみたら大事な息子が殺された。あね、奥さんからしてみたら大事な旦那さんが殺された。子供からしてみたらうちの父ちゃん殺した、ということで、それらの近親者に対しても損害賠償しなきゃいけないと。ってなるとですよ、例えばさっきの事案で言うと、じゃあ、 お父さん亡くなりました。で、えー、じゃあね、お母さんはあ、ねえー、臨月の状態でした。で、えー、そこでですよ。えー、実は、もう先にお兄ちゃんが生まれていました。もうすぐ生まれてくるのが弟です。という時に、えーね、臨月の状態で、えー、お父さんがあ共通事故で亡くなってしまった。このような時にですよ。 お兄ちゃんはすでに生まれているから損害賠償請求できるけど、えー、臨月の状態でお父さんが亡くなってしまったらここで711条に言う「子」が生きてる人の子まあおぎゃーと生まれてるもうね全部露出した状態の一人前の権利能力を持ってる状態の「子」と考えたならばですよ僕はお父さんに会えなかった僕が生まれた時にお父さん亡くなっていた。 けれどもお兄ちゃん損害賠償請求できてるのにまあ,あもっと言うとまあねこのあのその弟だって結局お父さんには一度も会えずにでしょでこういった時に、えー、これを生きてる状態の人と捉えたらこれあまりにも子供にとってもうすぐ生まれてくるはずだった子供にとって酷でしょ お兄ちゃんは人だから損害賠償請求できるけど、えー、弟は生まれてなかったから損害賠償請求できないこれはあまりにも酷なのでよってこれが721条ですね。 721条に画面に映しておりますが、対是は損害賠償請求権についてすでに生まれたものとみなす。つまり生まれたものとして扱いますよという話ですよ。なのでいきなり721条が出てきておりますが、これはまあ例えばその711条の場面だとかっていうケースですよ。 生まれたものとして扱うってことはお兄ちゃんも生まれてきた弟も損害賠償請求できるんだドライバーに対してはといことで、えー、このようにまああのね、えー、生まれてくる時期が多少前後することによってお兄ちゃんは取れたのに弟は取れないお兄ちゃんはもらえたのに弟は取れない例えばさっきのおじいちゃんの軽い座の別荘の遺言の話だってそうですよね で、お父、ね、おじいちゃんが、ああ、言言書いて亡くなりました。あ亡くなった瞬間に遺言って効力発生するんだけれども、で、えーね、おおじいちゃん亡くなった時に、えー、ね、あのー、まだ赤ちゃん生まれてなかったならば、残念ながらカエルザーの別荘はもらえません。これはあまりにも、おじいちゃんの意思を無視してると。だって、おじいちゃんは孫にあげたいと思ったんですよね。今度生まれてくる孫にあげたい。その孫が生まれてくる時期が遅かった。 でも胎児ってまあ基本的には生まれてくることを前提とした存在なわけですよね。ならばこれらに関しては生まれてないけどもういいんじゃないと、えー、もう権利能力を例外的に認めましょうという格好なんです。よってこれらの取扱いに関して、でしかもここの中、相続だって同様なんですよ。 相続だって同様ですよ。ということで、さっき出てきた、例えば、ああね、えー、お父さんが亡くなった、その時にですよ、えー、残された家族としては、奥さんと子供、子供としてはあ、先に生まれているお兄ちゃんとお母さんのお腹の中にいる赤ちゃん、胎児。お父さんが亡くなった瞬間に、ねえー、まだ胎児はこの世に生まれてないけれども、相続だって生まれたものとして扱いますよということは、 じゃあ例えばあのこれ、えー、全体構造3回目の復習です。でではですよお父さんが1億の財産を残して亡くなりました。でお父さんの残した家族は配偶者である奥さんと子供として長男とお母さんのお腹の中にいる次男です。そうすると 相続だってお母さんの中の中にいる次男は生まれたものとして扱うということはお兄ちゃんと弟第一順位の相続人2人と第一順位っていうのは血族相続人と言いましたこれ全体構造3回目であった話です。ってことは結局1億の遺産については誰がどれだけ取得します まず、配偶者は、第一順位の子供とペアであれば、配偶者二分の一ね。そして、子供2人で二分の一でしょ。今回、弟はまだ生まれてないけど、生まれたものとして扱うんでしょってことはあ、ねえー、じゃあ子供2人で5000万円。ってことは、あ結局1億内産に関しては、お母さん5000万、長男2500万、 そして生まれてくるお腹の中にいる赤ちゃん弟2500万という結論ね。このように生まれてくる時期が多少前後したことによって相続の瞬間にこのように存在しないともらえないないですってのは酷でじゃないですか。という発想です。 なのでこれね相続は赤ちゃんまだ生まれてなくてももう生まれたものとして扱うってことはこれ全体構造3回目で言った一つのキーワードあれの、まあ、ちょっと例外的なな扱いなんですよ全体構造3回目であったキーワードとして同時相続の瞬間にこのように生きてる人じゃないともらえないですよ同時存在の原則っていうのがあるから。 だから先に死んじゃったあ、ね、例えばおばあさんはもらえないんですよとかいう話だったじゃないですか。あれの例外なんですよ胎児はあ、ね、例外的に生まれたものとして扱いますからお父さんが亡くなった瞬間にこの世に存在していなかったとしてもおなかの中にいる赤ちゃんもお兄ちゃんと同じ割合だけもらえますと。 でこれらの話ね、ちょっとね13ページ「推論対策」とありますが、ね、ちょっとこの点について見ていきましょう。で考えなければならないのがちょっと悲しい話なんですがじゃあね胎児はすでに割れたものとして扱うと言っても場合によってはあの資産となるケースがあるってことなんです となると、じゃあね、軽井沢の別荘は赤ちゃんがもらえるという取り扱いになってたけれども、でも残念ながら赤ちゃんが、例えば場合によっては出産中の事故だとか、もしくはお母さんが臨月の状態で、ね、あの、転んでしまって、転んでしまって、残念ながら赤ちゃんが悲しい結果になってしまったといった場合においてですよ。 おじいちゃんが亡くなったににははお母さんの中にはまだあ、ね、お腹を蹴ってる状態のいちゃんがいましたで、その時には一旦赤ちゃんのものになったけれどもでもそのあと事故だとかで残念ながら赤ちゃんが死産だ,だったという場合一度は赤ちゃんの別荘と考えるのか、まあ、そういう問題なんですよ。ってことでここで2つの見解がありましてとりあえずね ちょっとここの話、えーね、2つの考え方としてまず A のところに「えー、多数節」とありますがでここに皆さん横にメモってください「冬季実務」と書いてほしいんですよ。陶器実務を書いていただいて冬季の世界においてはまあ冬季実務冬期の世界においてはもうねこの解除条件節という取り扱い。 でこれちょっと次のページに図が書いてありますから次のページを出してみてください。で次のページをご覧いただくと図がありますでここでいいですかこれね解除条件という言葉なんですが、まああのね、解除っていうのはもうなかったことにしますよと。 なかったことにしますよでその、ねえー、解除には条件がついてますよこの条件が図に画面ね資産だったというところに条件資産を条件にしてるんですよ。よってまずいいですか時系列的にお母さんのお腹の中に赤ちゃんができましたもうその時点で例外として3つの権利能力はまず持ってるんです。 ねえ、さっき出てきた、例外として3つの権利能力は、不法行為の損害賠償、相続、偽造ね。それをまず一旦取得してるんです。そして、おぎゃーと生まれてきたならば、何の制限もない権利能力になるんだけれども、例外として3つの権利能力持ってるんです。ただその後、例えば、ああ事故だとかにな、にお母さんが事故だとかにあってですよ。ねお母さんが転んで、えー、ねそして、えー、残念ながら赤ちゃんが、 資産となってししままいましたつまり無事おぎゃーと生まれてくることができなかったという状況なんですがでその時にですよじゃ例えば仮にですよ仮にこの事案でですよ実はその事故よりちょっと前のこの黒丸の段階で仮にですよこの黒丸の段階で例えばさっき言った「遺贈」。 赤ちゃんに軽井沢の別荘をあげると言ってじいちゃんが死んでた。となるとですよ。この黒丸の段階だと、えー、じいちゃんが軽井沢の別荘をあげるって遺言書書いて死んだんですよ。そうすると、今言ったように、もう退治の段階では例外的な制限的な権利能力を持ってるんだから、あ実はこの黒丸時点では、あお母さんのかなかの中にいる赤ちゃんは、軽井沢の別荘のオーナーだと。 という状況だったはずなんだけれども、残念ながら死産だった場合には、ここでね、死産を解除条件にしてるってことは、実はその制限的な権利能力もなかったんだと、して考えるんですよ。ですから、死、えー、産をなかったことにすると、結果、この軽井沢の別荘は赤ちゃんには渡らない。でも、別の言い方をすると、 資産じゃなかったら無事生まれてきたならばなかったことにはならないのでよって赤ちゃんが無事生まれてきたならば予定通り軽井沢の所有権軽井沢の別荘の所有権は赤ちゃんのものあとじゃあちょっとこの図の見方としてこの事故というのが悲しいお母さんの事故ではなくてですよ例えばではですよ お父さんが交通事故で亡くなってしまったさっきの近親者の損害賠償請求の話ね 近親者の損害賠償請求の話でですよ。ここでですよ。お父さんが事故に遭いました。そうすると、近、え、親、ーね、者の損害賠償請求の主体として、一応お母さんのお腹の中に赤ちゃんもおりますので、お母さんも、そして赤ちゃんも損害賠償請求できるはずだったんだけれども、ただその後お母さん進心労を叩い、心労がネタ、ね、立ってですよ。赤ちゃんが残念ながら死産でした。ということになりますと、結果、 無事生まれてこなかった以上赤ちゃんの分の分損害賠償請求はできないといととううことにななってしまうんですねなので損害賠償請求にしてもそして相続にしても遺贈にしても、ねえーまあ、無事生まれてきたならば予定通りということになるけれどもただ残念ながら死産だった場合にはその制限的な権利能力がなかったことになりますよという格好です。 でさらに他にもですよ考え方として例えばねじゃあちょっとあの書きますね、えー、これも全体構造の3回目の復習的な話なんですがじゃあお父さんが A さんですちょっと上開けますよ、えー、お父さんが A さんですと で、お父さんが A さんで、お父さんのには亡くなった、この後,この後亡くなるんですがで、そこで配偶者である奥さん。で、奥さんのお腹の中に、A との子供である、じゃあ C がおりました。で、なので C が奥,奥さんのお腹の中にいるんだけれども、まだ生まれてないんですね。で、そこですよ。A には両親。A の両親として、こうとおつがおりますよ。 そこでですよ A は土地を持っておりました。A は土地を持っていたこの状態でじゃあ A が亡くなったならばですよ A が亡くなったならばまず胎児はすでに生まれたものとしてみなすってことは B と C が各2分の1。だけれども赤ちゃんが生まれなかったら残念ながら死産だったらどうなります 第一順位の子供がおりませんから結果相続に関しては A の相続は配偶者3分の2直系存続たる高おつが2人で3分の1でしょってことはこれどう考えればいいでしょうまずじゃあ赤ちゃんができました赤ちゃんが1月にお母さんの中の中にできましたでそこでですよで、えー、その後ね えー、じゃあそうですね、えー、夏ぐらいに、えー、6月7月ぐらいに、えー、お父さんが亡くなってしまいましたでもお父さんが亡くなってしまった時に赤ちゃんは少なくともお母さんのお腹の中でまあ胎動とか完全に生きてると、まあ、お母さんのの中にまだああねもうすぐ生まれるという状況で で、そこでお父さんが7月に亡くなってしまいました。7月に亡くなった時点では、今の時系列で言うと、例外的、制限的な権利能力を持っていますから、結局相続関係 B2 分の1、C2 分の1でしょその後ですよ。その後、結果、残念ながらあ、臨月ぐらいで赤ちゃん亡くなってしまったら、その後、やっぱり相続関係が違ってたんだ。お母さんの取り分は2分の1じゃなくて3分の2だったと。そして、えー、高おの相続分、えーね、6分の1、6分の1だと。 これってどうなんでしょうかねっていう話なんですがで、えー、ただですよこれじゃあ赤ちゃんは相続はできるけれどもそれは無事生まれてくる来てからだと生まれて来てからだと考えるならばですよ生まれて来たからだと考えるならば一旦6月7月の時点でじゃあとりあえず生まれて来るまでいないものとして考えましょうだとですよどうでしょう コウオツ各6分の 1B3 分の2と考えて生まれてきたからコウオツさんその1 6分の16分の1返してちょうだいと。かえって混乱するでしょ。ですから生まれるまで子供はいないものとして考えますよだとまず A の相続には B とコウオツ生まれてきたならばコウオツじゃなくて C だったからってなるとかえって混乱生じるから というの14ページの一番上の一番ね「配偶者と胎児が相続人である場合に胎児中は権利能力がないものとして、えー、まず配偶者と直系存続に相続させ胎児が生まれた後に相続を回復するつまり公、えー、お,おつさん2人で3分の1の分返してくださいうち子供生まれたんで」と。 ということになると、まあ、いらぬトラブルを生むことになるじゃないですか、ということで、えー、相続を回復させることは法律関係を複雑にすると。まあね、初孫誕生したので喜ばない子をつないないとは思いますが、あただあ、一旦おじいちゃんおばあちゃんのものですよって言ってたのが、それが取り上げられるってことになると、まあね、ちょっと帰って混乱するしというところと、あと、これね、あの、ケースとして、 まあこれね、えー、今日においてもやっぱり残念ながら死産というケースはありますよありますけれども、えー、ポイントとなるのが例えばねじゃあ、あのー、そうですね、まあ、あの安定期過ぎた、えー、以降で考えるとやっぱね昔よりは死産のケースって少なくはなってるんですよ。 えー、それを考えるとあの実はこれねその下に「B 説」で「判例」ってあるんですがこの「B 説」の判例はあの言ってしまえば戦前なんですよ。 一番下あの、ね、阪神電鉄もチェック外にしておりますがでなんでその判例をカットしたのかっていうとつまり、えー、戦前の状況っていうのはまあ,あのね、えー、ってなるとですよあの今よりは栄養状態も悪いしで今よりはあ医療技術も発展してないんですよつまり今よりは無事に生きてくること、えー、生きて生まれることが件数ケースとしては今ほどではなかった。 今でも親子団のケースは残念ながらありますけれども、えー、件数でいうとお、ねえーまあ、今の方が無事生まれてくる確率は高いよねということで考えると、ねえーまあ、あのまずその3つの例外について例外的な宣言制限的な権利能力を認め,めるならば生まれる前提で物事を進めていった方がいいんじゃないのと。生ままれる前提で物事を進めていましょうという格好なんです。なのでですよ 例えば今のケースで、えー、赤ちゃんがお腹の中にいる状態でお父さんが亡くなりましたらまず B と C が各2分の1そして残念ながら C が死産でしたってことになった時には相続は B 交乙ですとそういうふうに改める方が現実的なんじゃないですかということですでそれがちょっと13ページの下行きました 13ページに行きましたで、ね、で理由の ① 番です、えー。資産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では配偶者と胎児に相続させ胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当であるということでじいちゃんばあちゃんにあげた分返してくださいよりはいらぬトラブルは少なくなるよねというケースです。 ちなみにこの事案において、もう対人生まれた前提で考えますから、これ詳しくはまた不動産登記でありますが、もう B C で胎児名義の登記ってのもできちゃいます。登記の手続きね。で、これは登記実務とさっき書いてもらいましたが、ああね、えー、ただ C はまだ生まれていないので名前ついていませんから、ああ亡き A 妻 B 胎児とかいう名前で登記簿に取ります。で、生まれてきて名前がついたら、ああ名前ついたよって登記をするんですね。 でそれもとうだんうだんさんとで学習していきますから対人名義と投機ってのできるようになってます投機の世界ではですから生まれる前提で考えるんですね。 よって、先ほどの交通事故のケースなんかにおいても、交通事故のケースなんかにおいても、さっきのね、この時系列のところで、お母さんのお腹の中に赤ちゃんができました。で、そこで事故でお父さん亡くなってしまいました。となると、基本的には、あねえー、亡くなった近親者、あ亡くなったあ人の近親者でいうと、配偶者とか、あもう先に生まれてるお兄ちゃんとお腹の中にいる胎児 に関しては加害者に対して損害賠償請求できますしかし、えー、残念ながら死産だった場合には損害賠償請求はお母さんと長男の分という格好ですよね胎児の分はあ損害賠償請求できなかったという格好に改めるという格好ですただ死産のケースが死産だった場合にはなかったことにしますよでも逆に言うと死産じゃなかったら無事生きて生まれてきたならば状況変わらずでしょ も持ってたものって発想ですでこれに対して B 説です B 説は停止条件説「括弧判例」とありますがただこれ「括弧判例」とありますがこの,事案にこのような事案に対する最高裁判所の裁判例がさっき言った戦前の事案なんですよですから今日とは相当事情が違うんです。 よってこのような事案において今最高裁判例が判例を出し最高裁で判例を出したならばこの便説通りの結論になるかどうかっていうのは微妙ですただあのよ,よくね判例と言ったらその事案絡みで一番最近出たものが最高裁判例という扱いなんですよ でえー、判例って、えー、もうあのね何年に1回とかこの取りケースはこの取り扱いをしますよって喧嘩を出すわけじゃないんですね。で判例って最高裁判例は具体的事案で訴えが提起されましたその事案についての処理方法を判決っていう形で宣言するのが判例なんですよ。ってことは同様の事案で最高裁判決が出てないってことは。 で一番古い一番直近なものは昭和7年になっちゃうんですね。この事案で最最高裁い結論で最近出してないんですよですから判例の取り扱いは平成昭和7年のこれですということになってしまうんですがだからなのでまあさっき言った死産のケースは少なくなっていてる今日においてはもう対峙名義の当期ですら認めてるんですね。 ということでじゃあ昔の判例まあどう言ってたのかっていうとちょっと下の時系列で見てください下の時系列のとこ見てもらうと赤ちゃんがお腹の中にいる状態ではまだ制限的な権利能力すら持ってません生きて生まれたら実は制限的な権利能力持ってましたって生きて生まれることを条件にするんですそこでね えあの図の表記として停止条件説っていうところで両説の条件がそもそも違うんですよっていうのが画面の方に映しておりますが停止条件ここで A 説は解除条件でした B 説停止条件となっておりますがこの停止条件は生まれるまでストップしておくというのが停止条件。 つまり制限的な権利能力は生きて生まれるまでストップですと。で、そして生きて生まれたならばそのストップがなくなりますから実は制限的な権利能力を持ってたんだって全部話をひっくり返すんです無事出生したら話がひっくり返りますよと これが先ほど言った昔は死産のケースが今より多かったんですよとなると生きて生まれる前提で話を進めちゃうとひっくり返ってどんでん返しになるのがめんどくさいそう考えると生まれるまでまず勤めとこうと生まれるまで止めといて無事生まれたならば、まあ、やっぱりひっくり返しましょうと,という格好なんです なので、例えばあ、生まれる前にお父さんが事故に遭いました、亡くなりました、損害賠償請求できるかっていうと、まだ生まれてないので赤ちゃんの分は損害賠償請求できないけれども、だけれども、えーね、無事生まれてきたならば、実は制限的な権利能力、えー、実はどこか、生まれてきたならば、もう生まれた時から権利能力あるんだけれども、事故の時もひっくり返すでしょ制限的な権利能力があった。 ということでこの場合赤ちゃんの分まで加害者に損害賠償請求結局生まれた後にできるようになるよと。というん、ってことで、まあ、この場合ねあの、まあ ただ、ああその場合、例えばね、事故の時にお母さんの分と長男の分だけ損害賠償を請求してて、でその後、えー、実は生きて生まれましたから次男の分も追加で損害賠償を請求という理屈になってしまうでしょ。でも加害者の支払い能力だとかを考えると、まあ赤ちゃんの分までもその時点では取れないかもしれないよねということで、それもどうなのっていうところなんですね。 ということでまああの一応便説に関してはあね、えー、上見てください、えー、胎児の間は権利能力はないが無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得するとつまり、えー、無事生まれるまでは止めときます生まれたならば話をひっくり返しますよ遡るってことねで、えー、よって矢印出生までは権利能力がないので胎児に違法定代理にはつけられない まあ、つまり法定代理人というのはもう胎児はまだ人ではないのでよって胎児の分まででで損害賠償請求ととかできないんですとで理由として胎児の出生まで遺産の分配を提出すると考え解する方が実際的だし胎児に法定代理人を置くことが必ずしも胎児の利益につながるとは限らないってありますが、まあ、要は一旦ね解除条件でいうとすごい極端な話を言うと胎児は4分の1とか1 2分の1の相続分を持っているから。 ね、えー、なんかね、対、え、時、ー、の四分の一だとか二分の一をめぐってその遺産分割なり、例えばそのね、<laughs> 相続した土地だとか、もうた例えば売却するとか、法定代理人をつけて売却をするとかができちゃうよということになりそうですが、まあ,あただそんなに生まれる前に先に動くことって大事ですかっていうのがビーテ言ってるんですよ。あと数ヶ月生まれるでしょ。 まあ、確かにそれもそうだけどねというところではあるんですが、えー、ただあの一応ね登記実務においては少なくとも遺産分割だとかはまでは動かなくとも胎児の4分の1とか2分の1の相続分を前提としても認めるというのが今日です。で皆さんは米印のところはこれ無視してください米印のところは罰して読まなくて結構です読み飛ばしてもらって結構です必要な話は後ろに出てきますので。 で少なくともでで話をどんどんん進めてていかなくて結構です皆さんはとりあえず「登記実務の方の A 説」なので「これ正しいのはどれですか?」っていうふうに聞かれるよりは登記の世界で聞かれたならば大事の名義の届きができるという格好で十分です。でこういった事案で出てくるといっぱいなんか自分で事案を妄想しがちなんですがただもう基本妄想はしないでください。えもう妄想を始めたらああだめだめと 妄想人は試験に出ないという前提で、えーね、ああこれってこういうことなんだねっていうのがドライに分かれば OK ですじゃあ続きまして今度15ページですで15ページでですね今度は「権利能力の周期」および同時死亡の推定とありますが終わりね周期というのは終わりですから死ぬ時ですよ。おぎゃーと生まれてから あ制限ない権利能力を取得してですして流れとして、お母さんのお腹の中にいる状況で、例外的な、制限的な三つの権利能力を取得して、おぎゃーと生まれたならば、もう、もうね、制限のない、老若男女問わず、権利能力を持ってて、でそして、えー、ぽっくり死ぬとき、そのぽっくり死ぬという状況が、権利能力の終わりの時期ね。 でこれがまあ冒頭に書いてあるんですが、ね、あ,のあとそうですね、まあ、じゃあそのぽっくりと死ぬ時期なんですがここはそんなもんかでいいですがあの今その,脳死脳死は人の死かって議論はあるに例えばじゃあね病院でもうあの全然意思疎通できない状態でただその生命維持装置だとかでピッピッって動いてるんですよ心臓動いてるんですよだけれどももう意思反応のない方いらっしゃったりしますよね でも、ええー、ただ、その状況でも、少なくとも法律の、まあ、民法の世界においては、まだ、一応生命は、あね、活動していると、ぴって動いてる以上、まあ、まだ死んだとは扱いにならないんですよ。なので、あの、一応、ここには乗っかってないんですが、あの、まあ、民法の考えでいうと、おぎゃーと生まれるのが全部露出という状況でられるならば、死亡の時期としたら、あの、いわゆるね、あの、 三兆個ということで、まあ、あの、もう、脳死は人の死とは、まだ民法の世界では認めてないんですよ。よって、あの、例えば、その心停止、動孔拡散、動孔反応の喪失とかいう格好です。よって、まあ、皆さん普通にイメージする、例えば、病院だとかで亡くなったという前提で。考えていただくと、例えば、お医者さんがいる状況で。まあ、みんなにも見取られるのが亡くなりました。あ,あ、ピッピッっていうのが、ピーッてなった。 心臓が止まりまりしたでお医者さんってまあ大体そういったまあドラマの場面なんかだとペンライトとか持っててまぶたを開けてあれあの動向反応を確認してると、えー、それもなくなったあであの脈拍の停止心臓の停止であと動向反応の喪失とでそれらを総合考慮した上で、はい、何年何月何日ご臨終ですと何時何分ご臨終ですと。 それが全て止まった時が死亡の時期という格好なんですよ。でそのようにじゃあねポイントなのがここで論点としているのはじゃあ例えばその脳死,脳死はどうですかとかそこはそうじゃないんですよ。そこはもう反例もないですしそこは考えなくて結構です。まず現行においては少なくとも今の民法だとそのようなもういわゆる俗に言う,もう脳死じゃなくて完全な死亡と言える状態です。たただこれ、ね、判例になったのは あの文章の横4番の冒頭1ブロックが全体構造でやった話なので2ブロック目をご覧いただきたいんですよ。でこれね死亡は相続の開始原因として重要であるが例えば数人の者が船舶の沈没事故とか飛行機の墜落事故など同一の機難に遭遇して死亡した場合などには死亡時の前後の証明が困難であることが多く、えー しかもその前後によって相続関係は重大な差異を生じることになると。で、この重大な差異を生じることになるっていうのがどういう事案なのかというとこれちょっと次のページの具体例で見ていきます、えー、こ生じることになるの横に字ページと書いてください生じることになる字ページで、次のページ出してください で、ここでですよ、えー、具体例として、えー、具体例、父母と、えー、息子、娘もの4人家族です。で、そしてですよ、あの、実はね、お父さんと息子が、あね、男同士2人旅みたいな感じで旅行に行ったんですよ。お母さんと娘を残してね。で、その旅行に乗った飛行機が墜落した。残念ながらお父さんとお兄ちゃん亡くなった。っていうケースで、えー、ここね、ちょっとあの、私画面に、えっ、ー、と、 そうですね、えー。人の名前を書きました。A、B、C でと書きました。でここでね、あの小さな子供というよりはですよ。まあイメージ。じゃあお父さん A さん、そしてお母さん B さんで、えー、息子娘 C でです。ちなみに C には E という子供がいました。つまり A から見たら E は孫です。という前提でちょっと書き込み追加してみてほしい、ね。 でここでですよ A と C は同一の事故で亡くなったんですがただじゃあ,あ,あ飛行機の墜落事故だとか船舶の沈没とかねあと例えばその災害とかの場面なんですよ今日災害が多いですよね。えー、日本は非常に悲しいことに災害が多いってなると例えばご遺体が発見されたけれども具体的な死亡の ぴったりした時間ってわからないんですよね。となると例えばあのー、ね、えー、じゃあ A と C は同一事故で死亡したけれども実はね例えばお父さんの方が1時間長く生きてたとか息子の方が逆に1時間長く生きてた。でも結果ご遺体で見つかった場合には相続関係で随分変わってくるんですよって話なんですよ。でそれが下の文章です。 これも、ね、ちょっと嫌な書き方してるんですよ。で結果お母さんビンさんからしてみたら旦那さんも息子さんも亡くしてるんですよ。でも取り分が多いのはど,ど,ど,どのパターンって話なんですよ。でそこで母妻にとっては、えー、父が息子より先に死亡したものとして扱った方が有利であるというのがねあの有利っていうのがいいですかじゃあ先にですよ、えー、というのは お父さんが先に亡くなったと考えるならばお父さんののの財産の相続の話ですで例えばね父が土地を持ってました、ね、私ちょっと横に土地書きました。その父の父土地を最終的に誰がどれだけ相続分取得するのかって話なんですよ。そうすするとまずいいですか お父さんの土地に関して、お父さんが先に亡くなったって考えたら、これ全体構造であった同時存在の原則ね。そうすると、じゃあ、お父さんは即死でした。えー、で、実は息子の死は、ああ、なくあの、それよりあと1時間長く生きてました。結果死体解放してきたら、まあそのこと分かったんですよ。まあ、1時間の歳ってのは難しいかもしれませんが、で、そこですよ。で、えー、 場合によっては、ね、あの例えばもう息子が息絶え絶えで、えー、メモか何か残してたんですよ、えー、父は亡くなったけど俺は絶対に生きてやるとかねあと周りの乗客の生きて残った周りの乗客の証言だとかでいや息子さんが親父死,ぬな死,死んじゃダメだみたいな感じで、えー、泣き叫んでましたという証言が出てきたとかでも結果あその証人の他の乗客は生きて残ったけれども息子さん亡くなってしまったとか火が回ってきて亡くなったとかいう、まあ、裏が取れた。 ならばですよ結果 C も死んだけれどもどうでしょう同時存在の原則でいうとじゃあお父さんが12時ぴったりに亡くなりましたでその後息子さんが二時午後2時に亡くなりました <laughs> っていう時だとお父さんが亡くなった12時の瞬間に A の相続人は BCD で,でしょでその後二2時に息子 C が亡くなったならばじゃあちょっと E を無視してください。 E がいないなね。E 無視すると C には配偶者も子供もがいなかったら C が相続した4分の1は結果 B に回ってくるでしょ ?E がいなかったらね。E がいなかったら一旦12時の段階での相続は B4 分の 1CB4 分の 2C で各4分の1となる。 その後午後2時に C が亡くなったならば C が一旦2時間取得した4分の1については C に子供がいなかったら C に子供がいたら4分の1は E のものになります。けれども C に子供がいなかったらその4分の1は第二順位の相続人は B でしょう。B に回ってきますから結果トータル B は4分の 3D が4分の1になるんですよ。それが 父が先に死んだ方が有利と書いてある冒頭の文章。そして上から3行目仮に息子つまり C に子供がいなければ、えー、つまり B から見た孫 E ね孫 E がいなければ妻は息子の死亡により息子が取得した4分の1も次いで2回目の相続つまり A の相続がまず1回目。 そして C の相続が2回目で結果的に B は4分の3を取得することになるよと。でこれに対してこれに対して娘にとってはつまり D にとっては父の息子である自分の兄弟が父より先に死亡したものとして扱った方が有利である。というのは父死亡の結果娘と母がそれぞれ2分の1を取得することになるから。 ですから、まあ、残念ながら C はお父さんより先に亡くなったことが後から発覚したならばですよお父さんが亡くなった瞬間の、えー、まあ相続分は E がいなければ E がいなければ同時存在の原則でいうと B と C 各分2分の1ね。もちろんね E がいたならば。 E がい衆相続が発生しますから全体構造3回目の一番最後でやった大衆が発生するでしょ。となると、えーね、孫 E がいたならば C が先に死んでても C が取得する分を E が取得することになりますから。 結果お、ね、兄ちゃんが先に亡くなったとしても B の相続分1 2分の 1D の相続分1 4分の1孫 E が分の相続するという結論ね。でこれがその下。かしかし同時,同時死亡の推定によりえさっきの事例で言えばあこれ同時死亡の推定ってありますが要は戦後が分かんないんだったら。 同じ時期に死亡したものとして考えましょうというのがこのここのここから先の話です。で、えー、まあ要はさっき言ったようにですよなんか明らかに絶対もうね息子さんの方が仲良く生きてましたっていう他の生存者からの証言だとかあとその死体解剖ご遺体の解剖だとかで。 えもうね、えー、明らかに例えばもうあのそうですね23時間の差ぐらいだったらなかなかわからないかもしれませんが半日とか1日ぐらいだとご遺体の解剖をすれば分かることあるじゃないですか。となると例えば山の中で飛行機が墜落しましたとかああいったケースなんかにおいてはあ、ねえー、そういったまあ例えば半日1日ぐらいの違いがご遺体の解剖で発覚したならば相続関係って分かるでしょどっちが先に死んだか。けれども 数時間の差だったら、結果わからないんですよ。特に飛行機の墜落事故だとか船、船舶の船舶の沈没事故だとかのケースにおいては。そのような承認となってくれる、他の乗客だとかもなくなってるケースの多いんですよね。となると、どうします結局どっちが先かわかんないんだったら、いつまでたっても相続関係って決まらないでしょう。わかりませんねという状況だと、まあ、あ、結果決まらないと困るので、ここは。 もう分かんないんだったら同じタイミングでぴったり同じタイミングで亡くなったしたものとして扱いましょうちょっと一旦戻ってください15ページ15ページ戻っていただくと、えー、真ん中あたりに青色の字ありますねつまり、えー、そのようなケースにおいては戦後の不明が戦後は分からないんですよそこで民法は同一または格別の原因で死亡した場合えー この同一または格別の原因ってありますが、例えば、あの、災害だとかのケースなんかにおいては、例えば、建物の倒壊だとか、あと、さらなる二次被害ですよね。ね、あの、例えば、まあ、その建物の倒壊だとか、さらなる、例えば、あ土砂の輸入,輸入とかね。ね、そういったケースなんかにおいて、 えー、格別の原因で死亡した場合、えー、死亡した数人のうち一人が他のものの死亡後もなお生存したことが明らかでない時はという方になってますが平たく言うとどっちが先に死んだか分かんないですよといった場合これらのものは同時に死亡したものと推定されるとしたつまりどっちが先に死んだか分かんないというときには同じタイミングで死亡扱いですよってちょっとここ推定ってでしょ 推定という言葉十三ページに戻ってください。十三ページの星印二番という目も入れました。で、これ結構ね、推定なのかみなすなのかってすっごい大事なことなんですよ。推定です。ええ、十三ページの欄外星印二番戻っていただくと。これね。欄外の要解説みなすのところに目も入れました。まあ、その下の推定というところ、結局どっちかわかんないんだから。とりあえずそのように考えると。 で、これが今やってる、イグザンプル15ページね。で、ちょっと本文の、あの、すいません、欄外の元の印刷を読んでください。ついて、ある事項について、えー、事実の存在等が不明確な場合に、つまり、本当のところがわからないってケース。本当のところがわからない場合に、 の明確なものとして定め法律効果をを生じさせることと言いますとつまりどっちか分かんないんだったらとりあえずこのように扱っておきましょうというのがこの推定ね。でただねその後ろなんですよ「みなす」と異なり「みなす」っていうのはもうそのようにして扱っちゃいますから結論変わりませんよってことなんですがその後反証が許されますとこの「反証って何なのかっていうと。 反対証拠が上がってくれば処理はひっくり返りますという意味なんですよだからこの「推定」というのが「とりあえず」という用語になっているところ分かんないからとりあえずそのように考えましょうでも反対の明らかな証拠が出てきたならば話はひっくり返りますよってことなんですねよってですよじゃ今の処理1四ページあのじゃあ実際の十6ページご覧ください今の16ページの処理でいうと 例えば A と C がどっちが先に死んだかわからないけれども最終的に、ね、ご遺体が出てきましたわかりませんとなると同じタイミングで死んだ扱いとなりますから、えー、一番下いいですか、えー、文章「しかし」のブロックもう同じタイミングで死んだ扱いですから同時「存在」の原則でいうと A と C は同じタイミングで死亡しましたから結果あ相続分、えー、同時死亡の推定にさっき言えば。 息子ははは父のの相相続続人ととなならず娘妻はそれぞれぞに分の1を相続することになるこしかしもしも息子に子供がいればつまりこれが書いた E ですよね。A から見た孫 E がいれば C は A の相続人とならなかったとしても同時存在の原則じゃないのででも存在しなかったならば孫が C の分を代わりに代襲で相続できるでしょ。 よって大衆相相続続によよっっててそのの子供つまり孫が祖父の相続人となる。よってこれがね八8 7条2項は大衆相続の要件として非相続人の子が相続の開始これがポイントです以前に死亡した以前ってことはぴったり同時も含むの意味なんですよ。以前の「い」。 いが入るってことはぴったり同じタイミングも含むと。結果あ妻2分の1孫4分の1娘4分の1。なのでですよ あのー、まあ、あの、結構ね、こういった案件っていうのは、まあ、実際相続がわからないと、えー、まあ、困ることっていうのにいっぱいあってですね、えー、まあ、わからないじゃ先に進めないので、このような、あ、避難に遭遇した場合なんかにおいては、あ、ね、ご遺体の確認が取れても死亡時期の具体的な1時間、2時間の差がわからないと、お、まあ、いらぬトラブルを生むことになるので、 えね、あのとりあえず同じタイミングで亡くなったものとして話を前に進めていきましょうという話です。で、えー、途中飛ばした文章をチェックのところ各自で読んでみてください。で続きまして今度17ページです。17ページで今度「意思能力」とあるんですがでこの「意思能力」に関してですがあのまずですねこの「意思能力」という言葉をですね、えー、文章これね、えー、途中の 青色の字を含むところから見ていきますあの下の文章ねであの青色の字に下から下の方に「事故の行為の結果」ってあるでしょ事故の行為の結果ってブルーの字がありますがそのすぐ上の行で「個人・意思・自治の原則」ってありますが、まあ、民法はもうとにかく個人の意思を尊重しましょうでしょでその後ですすなわちからご覧ください青色の字の1個上の行すなわちすなわち契約という法律行為 が本来の効果効力を効果を生じるには、えー、事故の行為の結果でそれによって、えー、事故の権利義務に変動が生じる。例えば売買によって自分の土地所有権が買い主たる相手方に移転する。これを弁識するに足りるだけの精神能力で、えー、この能力を意思能力といい。 歳いい歳から10歳の子供これを有するものによってなされるというところなんですがなので,でこのつまりものを買ったら自分のものになる。 物を買ったら自分のものになって、えー、物を買ったら自分のものになって、それに対してお金払わなきゃいけないということね。これが。一般的に小学校入学ぐらいになると、まあはっきりわかってますよね。だけれども幼稚園生っておままごと的にはやってもですね。なかなかそこまで例えばお金払うっていう真似事はできても、結局、それはあなたのものじゃなくなるんですよ。まではっきり認識してるかどうかでいうと。 真似事でお金を払いますとか、ああいうものを買ったとしても、もはや自分の所有物ではなくなるっていうことまでは認識してないんですよ、アンキートは。よって、まあそのね物を買ったら自分のものになって、売ったら自分のものではなくなると、そしてそれに対しては代金支払い義務が発生するんですよ、渡さなきゃいけないんですよという結果の処理までわかるかどうか、それが意思能力を持っているかどうかなんですよ。 まあ一般的にこれ結構個人差ありますよ。もちろん事案によってもケースバイケースです。で、あのまあ例えばね、あの自分の持ってるそうですね、鉛筆を友達にあげると、えー、大事な自分の結構ね、あの今自転車子供の自転車とかも結構高いじゃないですか。そうするとお父さんに買ってもらった大事な結構ね、あの結構立派な自転車あもうを友達にじゃあ売っちゃう。 友達に「これねじゃあお前に1万でや売ってやるよ」みたいなえもしくは場合によっては「100円で売ってやるよ」みたいな「マジ100円で売ってくれんの?と」と、ね「100円の売買契約申し込み承諾で一致してるじゃないですか」はい売買契約成立ですってなるとまあダメでしょうね。ってなるとこのように事故の行為の結果をはっきりと認識してるかどうか、まあ、一般的にはそれが小学校入学前後ぐらいで。 幼稚園生が真似事でやってもダメなんですよというのがあラストの産業ね。よって34歳ぐらいの子どもや重度の精神病障害者あそして泥酔者のようにたとえ行為の意識はあってもつまり真似事的なことはできてもですよ。でそして石、えー、思うじをしたときにその石能力を備えてなかった場合は法律行為は無効となるということで。 ですから、子供が例えば幼稚園生がですよ。えー、ね。この自転車かっこいいね。とか友達に言われていい気になっちゃって。そっかね。子供にとって例えば100円とか500円って。まあ大金じゃないですか？そっかね。僕ね。自転車2台持ってるから君にこの自転車500円で売ってあげようかって言って。 ねあのね、お小遣い,い,い分かった、ね、頑張って貯めるから500円お年玉持ってくるからってことでですねあのお友達に500円で自転車結構かっこいい自転車の売買契約成立しましたはいじゃあ500円払うから自転車よこせと引き渡し請求とかされてきたらどうでしょうねえだめじゃないこれ ということで、まあ、あの、このように、えー、事故の行為の結果をはっきりと分かって、それをしたくてやってるかどうかと。その能力が一般的には小学校入学前後ぐらい。よって、えー、幼稚園生がそのような自転車500円の売買をしても、これ結論、売買無効なんですよ。たとえ医師の合致があったとしても無効ですと。 で、この意思能力っていうのは、今、小学校入学前後ぐらいって言いましたけれども、えー、ただ、重度の精神病者とか、あと、泥酔者ね。あのー、ベロンベロンに酔っ払った人に声かけても、何でもかんでもいいよ、いいよって言ってくれた人じゃないですか。で、そういった人に、あのー、ね、えー、なんかね、じ、え、ゃ、ー、あ、の、これ、えー、君かっこいいなんかね、時計持ってんねと、これ100円で売ってくれ、えい,いよみたいなこと言ったら、意思のガッチがあるから、はい、有効ですと。有効だったから、俺時計持ってきちゃったらダメでしょ、それ。という話なんですよ。 なので、えー、ちょっと条文上見てくださいあのこのページ上に載ってます3条の2とありますが、えー、法律行為の当時当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったというのがやっぱりね子供小さな子供のように上司意思能力を持たない者もいればその当時っていって意思表示をした時にっていうのが例えばそのさっき言う一時的な意思能力喪失状態泥酔者のこともあるでしょ。 よって意思能力を失なかったときはその法律行為は無効とする。ここで法律行為って言葉出てきますよね。法律行為、意思表示を要素とする法律要件、つまり契約だとかのことを言いますよね。話ですよ。でこれがまあ意思能力と言っていくんですが、ただ意思なき行為は無効ですという言葉。 あ、これをあちこちで出てきますので、もう覚えちゃってください。意思なき行為は無効です。つまり、意思能力のないものにした行為は無効ですよという話です。 続きましてまた新しい単元チェックの箇所を見ていき言っていきますでさっき言ったように18ページ19ページに関してはこれ全部条文のページですから特にチェックともチェック外とも言いませんけれどもこのあとやっていくまあねこの「法囲能力」って話の単元を終わった時にはその条文欄外の制度趣旨だとかっていうのは各自で読んでいくっていう形になりますまず20ページからチェックですでちなみに20ページも上半分は条文ですけれども特に私このページ全チェックなんですが。 で20ページは全チェックと言っていくんですがただ20ページの欄外だけ制度趣旨チェックしてるけれども1819は言ってないから大事じゃないのかってそうじゃないですよ制度趣旨は全部大事なんですただ、まあ、全部チェックなのでいちいちここだけチェックって言っていくのはもう面も倒うくさいので、えー、なので制度趣旨はもう全部一通り皆さん読んでいただく必要はありますただ各自学習用です、えー、20ページは全チェック で次21ページですが21ページはまず冒頭ね1行縦1とあと途中までです4条までチェックしてください1行目の真ん中以下はチェックなしで結構でそしてから3行半ですねチェックなしですで縦2から下までチェック縦2から下までチェックでランイカットですランがイカット あと次、22ページはですね、22ページは、えー、冒頭からずっとチェックするんですが、えー、このページ下の方にですね、えー、下の方に、えー、っと、カッコ A ってあるでしょ、一番下、カッコ A です。一番下にカッコ A ってありますが、カッコ A 以下、えー、このページラスト6行カットなんですよ。カッコ1の3行目までチェックしてください。5条1項2項までチェック。で 欄外なんですが欄外は今の横ちょうど横です真横画面に映しておりますが欄外の星印1番カット星印2番の下から10行目「観念の通知とは」からの「言います」2行ちょっと「観念の通知とは一定の事実の通知を言います」の部分だけチェックしてください。関連の通知知と言葉だけ知っておいいほしいんですすよそこだけでで結構ですで次23ページは全チェック。 23ページでチェックあの今日ここまでいきませんけどねで次24ページですがここ冒頭2行半チェックしてください冒頭2行半3行目の途中まで認められている6条2項閉じ括弧までチェックですその下4行ほどカット四行半ほどカット横3から下までチェック横3から下までチェックラン外カットです横3から下までチェックラン外カット で次25から31まで全チェックです。25から31まで全チェック。ちょっとまとめていっちゃいますね。えー、次32ページですが32ページは、えー、冒,頭縦あの冒頭の上縦4番ブロックはカットで結構です。えー、縦5から下までチェック。えー、上,のあ上半分縦縦4番ブロックはカット。縦5から下までチェック。32ページね。 で欄外は、あの、これもですね、参照ってありますが、あ、別のところでありますよっていう、その別のところに書いてありますよっていうところのページなので。特にこの参照はチェックもチェックなしも言わ,言わないです。まあ、あのね、えー、特に、あの、まあ該当ページ後でリンク貼っていきます。で、次、三十三から三十五前チェックです。三十三から三十五前チェックです。 ちょっとすみません。先まであの切りのいいとこまでと言っちゃいます。37は上横一番チェックなし、横2から下までチェックです。37横2から下までチェック。37横2から下までチェック。上半分チェックなし。で次38から41全チェックです。38から41全チェック。で42ページは冒頭から B の上までチェック。B 以下カット。 42は冒頭から B の上まで A ブロックまでチェック B いかカットですでとりあえずこちらまで,で、A、戻ってみてくださいまず20ページ戻っていただいてで えー、横一番なんですが、えー、制限行為能力差制度の趣旨とありますがでちょっとねこの行為能力という言葉なんですが、えー、行為能力を制限するという意味なんですがでちょっとね、えー、と10ページ戻ってみてほしいんですよ10ページ。十ページ戻っていただくと今日の講義でですね、えー、とまずこの10ページの下のところで民法って何たら能力っていろいろありますが。 で、この何たら能力に関して、まあ、今前半だとかでやって、今までずっとやってきたのが、冒頭の権利能力ね。あの、10ページの下のなんか時系列的なやつね、グレーのとこですよ、10ページ。の、権利能力は、おぎゃーと生まれてからぽっくり死ぬまでの原則でしょ。で、おぎゃーと生まれる前は例外的に、その民法721条とか書いてあるのが、さっき散々やってきた、赤ちゃんの間にお父さん亡くなってしまった場合の損害賠償請求だとか、で、あと相続とか異存の話ね。 それは、生まれる前でも制限的な権利能力を3つだけ有しておりましたよって場面ですよ。で、あと、え、医能力に関してはだいた大い小学校入学前後ぐらいから、あと、年齢だけで言うと、まあ、亡くなる直前まで意識がはっきりしてるならば、まあね、意師能力ありと言えるけれども、ただ場合によってはこれ個人差ありますよね。 亡くなる前でもうね、えーあのー、そうですね、えー、もう全然ベッドの横ベッドに横になってもう一卒できない状態だと思わや意思能力はないという方も中にはいらっしゃいますね。ねなのでまあ,あドライにも年齢だけで言うと死ぬ直前まで意識がはっきりしてたのであれば死亡まで意思能力があったということになるでしょう結構この辺りご人差出てきます。でさらにですよ、えー、意思能力って時々泥酔すると失われるというのが出てきましたね。 なのでですよ。ね、あの、例えば、25歳がベロベロになって、えー、ね、6時間ぐらい意思能力がなかったということも普通にあり得ますよね。ということで、まあ、あくまでも年齢だけで言うと、意思能力は持ち合わせてるっていう前提です。で、ただ、あと責任能力に関しても一般的には小学校高学年とかぐらいからというケースでした。で、あと一番下、これからやるのが、えー、行為能力という言葉なんですよ。 でこの「行為能力」まあ、年齢二十歳となっておりますがでただその手前で「えー、民法753」とありますがこれね、えー、このあとすぐ出てきます。ってことでじゃあこの「行為能力二十歳になったら備わる行為能力」で「二十歳」と言ったらあれ成人年齢の話というところでちょっと先に21ページの冒頭を見てください。 21ページの冒頭で、えー、一応ね、現行法上、まだ、あね、えー、その成年の能力ですね。未成年者か成年者かで言うと、冒頭ね、横一番、年齢だけで言うと、民法は成年期を年齢20歳とするって書いてるでしょ。で、ここだけチェックしてもらいましたね。 画面で四条なんですが、これあのいや成人年齢って十八になったんじゃないのというところなんですが。あれね改正の施行時期二千二十二年なんですよ。二千二十二年の四月一日から。成年者十八歳、えー、成人能力十八歳なんですね。なので、皆さん本番の二千二え二千二十一年はまだ二十歳が成人です。 あのこれのようにあの法改正ってですね国会で法律が通ってもいざ使い始める時期までタイムラグが生じることで結構あるんですよちなみに法改正、えー、あの法律として国会通ったのはあ2018年の6月なんですねで実際施行が使い始めるのが2022年でしょこのようにかなり時間が空くケースもあります であのこれは皆さんご存知の通り、あり選挙権選挙年齢の改正に伴って成人の能力成人の年齢も成年の年齢も、ね、あの引き下げたというところになりますがただあの司法書試験においては実際試験の時に使われている法律試験の時に運用されている法律なので皆さんはいずれ18歳になるっていう認識はあっても皆さんが本番の時には ああね二十歳が成年者ですという前提です。すごい嫌な言い方をしますと一発合格逃すと十八歳で前提で試験問題を解くという感じですね。なのでまあ皆さんねあの成人年齢が二十歳の段階で受かりましょうね。ということでまあそれともかくとしてじゃあね、えー、そこで二十歳あ二十歳で二十ページ二十ページ戻っていただくと。 じゃあこのようにい、まあ、いいでですすかちょっっとざっくり読んでみて,見ていきま私的自知の原則に実効性を持たせるためには、まあ、つまり個人の意思を尊重しましょう自分が欲しいと思ったら物を買って自分の物になってというね、えー、その私的、えー、自知、えー、で、えー、意思無能力者の行為を向こうとするだけで不十分であるというのは行為の当時意思無能力だったとしてもそれを証明するのは困難なばかりか仮に証明に成功したとしても今度は逆に取引の相手方に不足の損害を与えることになる。そそこで、えー、意思能力ののののないものその他の判断能力 力不十分なものを定型化して、まあ、そこでですよ未成年者成年非後見人非後3人非後助人とありますが、まあ、何が言いたいのかっていうとですね例えばねあのそうですね、えー、まあ威能力だけで言うと一般的にはその小学校入学前後ぐらいってことになるけれどもただじゃあね例えば中学生でも高校生でもまだまだ未熟なものは多いんですよ。社会経験も乏しいし。 な、なるとですよ。じゃあね、例えばさっき出てきたような、ああね、自転車を友達に500円で売ってあげる、それを中学生がやりました。そうすると、一応意思能力はあるわけでしょ。意思能力はあるけれども、まあ場合によってはいい格好したいから、ああね、自転車を500円で売ったるみたいなこと言っちゃったんですよ。 けれども、となると、まあね、意思能力がないものは無効ですよ。意思能力あるものは有効ですよ。はい、もう自転車500円で引き渡さなきゃいけません。所有権失いました。ちょっとこれ、いかにも酷じゃないですかって話なんですよ。他にもですよで。別に年齢だけではなくて、例えば大人であったとしても、特に認知症だとかの方ですよ。 で認知症だとかの方がですよあの、まあ、皆さん成年後見というね、えー、使用者の業務だとか、えー、多分ご存じの方も多いと思うんですがあの実際私が実務やってた頃もですねあのそういった案件多かったんですよ、まああのまあ、認知症のおばあちゃんの家に訪ねてってでそしてあのその方を一人住まいだったんですね、えー、結構都内にたくさん不動産をお持ちであのもうすごい都内の一等地にお住まいで。 であのご主人も亡くなってお一人で住まわれてました、えー、たくさん不動産もお持ちで、えー、近くにアパートだとかを何軒も持ってるんですよ。でそうするとあのその悪い輩のあたりっていうのは、ね、ですねあのまあ話が回るの早いんですよね。あ、えー、あそこのばさん行くということで、えー、悪質なリフォーム業者を装った気のいい若者が「おばあちゃん元気」って玄関先に座ってあっという間にリフォーム契約書にサインをさせて。 でえー、支払い請求書とか持ってくるわけですねでおばあちゃん身に覚えはないんですよ。でそこに何百万っならあじゃあそのアパートの管理俺がやってやるよみたいな感じでわ、えー、からない状態のおばあちゃんを利用してアパートの鍵を全部持ってっちゃって、えー、内装が全部やり替えてで支払い請求だとかかかった費用を請求するとかいう悪い輩が出てくるんですよ。どう思いますこれ不当ですよね。 あいかにも認知症の方をカモにしたあダメじゃないですかでもお前ちゃんその時に「いいよ」と「お願い」って言っちゃってるんですよ。ねあのー、ねえー、じゃあこのね、あのー、じゃあね土地売ってみたいなあいいよとか言っちゃって「はい医師のガッチがありました契約有効です」って。でえー一心あ でもあの日、ー、常の方ってですね、えー、日によって、えー、いい時悪い時もあったりするわけですよ。で、えー、まあそういった状態になりそうだったのでまああのー、ね遠くにお住まいのおごごご親族の方まあ妹さんからあのー、ねちょっと不安なんで、えー、あの診、ー、察ついてもらえませんかってことでねあのー、まあねあのー、その青年貢献という形になるとまずねその状態でですね。 あのもうこれ以上被害が広がっては困りますのでどうするかっていうとその方に、まあ、貢献開始の審判と詳しくは次回やりますが裁判所に行ってこの方はね重度の認知症で成年,年貢献のサポートをつけようと思いますということでその方が裁判所で「はいあなたは成年非貢献人です」と言ったならばその万が一契約をしたとしても後から取り消せますと。 で民法で出てきた、えー、あの全体構造であった取り消しって遡って無効できるでしょつまり、えー、とりあえず有効だけれども、えー、取り消すことによって遡って無効にできるのでお金払わなくてよくなるでしょという話なんですよ他にも未成年者でもさっき言ったみたいに友達に1,500円で売っちゃったいい気になって売っちゃった一応意思能力はあったけれども後で親に怒られてあそうだってやべえおえー、そうだって、ね、あの時いい気になっちゃったんだよねみたいな な感じですよそうすると、ごめん、取り消しますと言ったら、自転車500円で手放さなくて済むわけでしょ。このように、まああのねえー、経験が未熟な未成年者だったり、あと、えー、精神的な障害だとかによって、えーまあ、あの正常な判断ができにくい状態の方もいらっしゃったりします。ね、これもやっぱね、えー、個人差ありますよ。 ってことで、えー、このような括弧の中にある未成年者だとか、その後、成年権人、非後継、人被補佐人、被補助人っていうのは、これ、精神障害の程度によって分けていきます。サポートをつけるって意味なんですよ。精神障害の程度によって、その方にサポートをつけますよという括弧で。 でそれらのものを保護するとともに取引の相手方を警戒させる必要があるということでですから、まあ、私もさっき言ったあの、ね、ケースだとあの玄関先だとかに書いておくんですね司法書士連絡先とかね成、えー、年非校兼人などで契約をしても取り消しますよとかあということを書いておったりだとか、まあ、玄関開けないで知らない人が来ても開けないでねって言っても開けちゃうんですよ、ね、やっぱり。 でえー、あのー、ってことでですね、えー、まあそのため法はこれらのものに一定の保護監督者で、えー、まあサポートする人ですよ。でそれが子どもだったら親権、えー、者だとかあと未成年後見人っていうのは親がいない時に親代わりをする人のことを未成年後見人なんて言っていきます。あとその後と、えー、成年後見人補佐人補助人というね、えー、そういった人たちをつけて。 それらのものも能力不足を全面的にまた一部補充させることにそれらのものが単独で行った法律行為は後から取り消すことができるとつまり取り消されなければ有効なままだけれども取り消したことによって遡って無効にできるというのがあ、ね、全体構造であった取り消し全体構造であった取り消しって詐欺取取りり消消しでしししででたたよよねねあれと同様です。 取り消されない限りは有効なままだけれども取り消すこととによって遡ってて遡向ここうとできますとでこのような制度を制限行為能力制度といい逆に自らの行為によって法律行為の効果を確定的に自己に帰属させることができる能力のことを行為能力と。つまり例えば 二十歳過ぎました。二十歳過ぎました。そして、そいのような認知症だとかの裁判所による青年貢献だとかの手続きを踏んでません。で自分のことは全部自分ではっきり決められますという状態だと、契約をしました。で詐欺だとかあ、錯誤でもない限りは、やっぱり取り消しますというのは基本的にはダメなんですね。他の規定がなければ無理なんですよ。 完全に有効な公立行為が自ら単独でできるかどうかこれが行為能力の話でってことで、えー、21ページの、えーねえー「まず未成年者までやりました」で「縦二番成年犠牲」ってありますがこれ次回やりますがであのこれね、えー、これもさっき言った2022年の成人年齢の改正に伴って後々、えーえー、今ね現行法だと。 婚姻年齢結婚できるのは男性18女性16でしょでそれも二人とも男性も女性も18歳に引き上げられますなのでとりあえずね、えー、そのさっき言ったあ行為能力のさっきの時系列10ページのところだと二十、えー、歳未満のものに民法753って書いてあるのがでこれがあ婚姻年齢が二十歳未満のものでもできるとと簡単に言うともう結婚したら18歳だろうと。 大人扱いしますよって話なんですね。これが二十一ページの縦二番のとこなんです。で、とりあえずステップアップの上まで見ておきましょう。えー、縦二番、成年犠牲、未成年者が婚姻したときはこれによって成年に達したものとみなされる。したがって、婚姻した未成年者、は後に述べるような法定代理の同意なくして有効に法律行為をすることができるとありますが。まあ、これ詳しくは次回やりますが。ああ、ね、二十歳未満のものでも、婚姻したならば、もう大人扱いします。 いちいち契約の時に親の同意なくたって、えー、できますしで後から取り消しますってことができなくなっちゃうんですよとそういった話です。でただ縦2番以降はまた次回やっていきますので,でということでとりあえずう今日のところはあこの行為能力の話はまた次回ねとであ,のあと過去問に関してもその自然人の分野あまだまだこれあと続きますので、えー、今日はまだ過去問解きませんけれども。 ってことこであの全体構造の復習がちょっと甘かったなと思う方は今日ほど全体構造をどこでやったよとかいう話言いませんので、えー、なのでちょっとねこの段階で全体構造の復習が甘かったと思われたらあとりあえず、えー、もう一回全体構造のテキスト読み直しをしてください。あとあの特に年年向けの秋あの,2021年の 秋生受講の方で先取りで2020年向けの民法を受講済みの方はテキストが20年向けと21年向けで微妙に改定でページずれが途中から発生していますので、あのーねえー、1文冊目も2文冊目かしか変わってなかったと思うんですが1文冊目もちょっと一部またカットしたことによって、あのーねえー、2020年向けと21年向けでページちょっとずれてます講義ノートの本もページずれてます。 えー、なのであのちょっとテキストページずれているよってことを前提に、えー、ご了承いただきたいかなと思います。それでは終了です。お疲れ様であのあと声があの頑張って直しますのであの大変お聞きづらいところあったと思います。あの途中下呼吸しちゃって本当申し訳ございませんでした。あの私も気をつきます。皆さんも健康管理気をつけてください。お疲れ様でした。